誰だよお前。ってことで、はい見てください、これで店を建てました。は？まあ今までね、使用上作成方法がない SCP トークンをクリエイティブで出してたわけなんですけども、その発言もうちょっとオブラートに包もうぜ。ってことで、その作れない SCP トークンたちをカスタム NPC を使って NPC に販売させようかなと。まあ確かにその方が面白みはあるか。日に日にラインナップが変わるシステムです。ではなんで天インペスト石なんだよ。人気 SCP なのに出番が少なくてかわいそうだと思ってね。理由が適当すぎてびっくりした。でこっちにもしっかりトークンが置いてあります。今回はこれらの SCP トークンを購入するための材料を集めていきたいと思います。まとめると、必要なアイテムは黒曜石1スタックとレッドストーン1スタック、そして鉄格子1スタックですね。確か鉄格子とレッドストーンは死ぬほど確保してるので、黒曜石だけ今から探しに行きます。あれ、今気づいたんだけど、この下のラベルが別の SCP のものになってますね。次回までに直しておきます。防具をね、なくしました。ずっと身につけてたのになくすってどういうこと？裸で外で歩くわけにもいかないので、テレキル鉱石の防具一式を身につけておきます。ああ、そういえば昔施設から大量に回収したんだったな。ずっと保管されてるくらいなら使ってもらえた方が SCP も嬉しいはず。お前ほんと財団の敵だよな。拠点近くのマグマだまりから黒曜石1スタックくらい取れないかな。1スタックくらいなら普通に取れるだろ。おいちょっと待てよ。鉄ピッケルじゃ黒曜石取れないだろ。あれ？もしかして私ってバカなのでは？いや今更すぎて草。よし、それで破素材の黒曜石が集まったので交換していきましょう。SCP-17 トークンとラベルを購入してと。あ、ちなみにラベルっていうのはこういうやつのことですね。施設に貼っておきます。というわけで購入完了しました。ってあれ？視点が勝手に動くんだけど。マウスの接触悪いんだろ。まあそうだよね。じゃあ USB 抜き差ししたり PC 再起したりしてきますわ。ってことで SCP トークンをクラフトして文書の方を作っていきますね。素材は SCP トークンと紙をクラフトするだけです。これでよく見る SCP 文書の完成。で、この SCP なんですけど、施設が建設されないんですよね。ってことは自分で収容室を作る必要があると。そういうことそういうこと。早速収容所の作成に向かいます。というわけで、一応この奥に通路を作っておいたんで、そこから1部屋分のスペースを掘って確保することにします。やべえ。喋ることねえよ。お前倍速するたびに毎回それ言ってんな。仮にも4年実況してんだからその辺はなんとかできるだろ。いや、まあ寝たい話、実況してる時間帯にもよりますけどね。私は基本的に夜中から朝方にかけての編集であれば本領発揮します。ちなみに、今はお昼に編集してるので絶不調です。あれ？また視点がおかしい。なんなんだよこれ、地味に操作しづらいんだよ。てか、さっき再起した時に思ったんだけど、マウスカーソル正常だったし、マウスのせいじゃないんだよな。マイクラの他のワールドに入ってもなんともなかったから。これもしかして SCP のせい？まあその可能性はあるわな。でもデバフとかついてないんだよな。まあリログしたら収まるのでそれで対処しておきます。リログしても治んなかった上にどんどんひどくなるんで群雄飲んでみますね。いやマジでこれで治んなかったらどうすんだ。マジこれどうしよう。あ、死んだら治ったわ。またちょっとしたら発症するんだろ。もしそん時はお手上げですわ。あはは。いや何は露天ねん。まあそれから特に何もなく収容室が完成いたしました。早速 SCP-17 を出現させましょうかね。ほい。おお、なんだこいつ、思ったより小さいな。襲ってくるかもしれないから一旦退避。まあ、大丈夫そうだな。それで箱の SCP について調べてきました。SCP-17 は大体80センチの高さの人の形をしており、解剖学上小さな子供に似ており、影のような、煙に似た膜からできているように見えます。SCP-17 は投げかけられた影に対して直ちに、素早く反応し、投げかけた物体に飛びつき、膜の中に完全に包み込みます。そしてその包み込んだ物体の痕跡は消えています。まあこいつに関してはこんな感じの異常性ですね。物体を投げつけると一瞬で飲み込んでその存在を消してしまうわけか。まあそういうことなんだけど。また視点勝手に動いてんだよなこれ。もうね、この症状に関してはもう一回なったらマジで考えますわ。トリマ、横の店員からもトークンを買いました。この SCP-191 トークンは紙とクラフトするだけではなく、レッドストーンダスト2つと結界を加えてクラフトすることで文書が出来上がります。オブジェクトクラスはセーフで、項目名はサイボーグの少女ですね。少女。
お前も監禁に手を染めてしまうんだな。いや、裁判という立場を利用すれば幼女でも正当に監禁できてしまうのでは。とんでもねえこと言ってるこいつ。っていう夢を見ちゃったんですよね。え、あの後どうなったの？まあ、こういう夢には結末がわからんやつばっかですからね。何が起きたのかはないしょ。こりゃ SCP-2000 使ったな。オッケー、ラベルもしっかりつけたし、これで収容室の完成です。あとはこのサイボーグの少女を中にぶち込んで扉を固く閉めるだけ。犯罪集やべえんだよな。それでは、排出します。はい、来たー。顔見せてくれ。めちゃくちゃ避けられとるやん。そんなはずは。おお、めっちゃサイボーグだわこりゃ。ってことで説明。SCP-191 は体の大半を機械に置き換えられたサイボーグの女の子で、推定は10歳だそう。普通の人間以上の視覚と聴覚を持ち、心肺機能も制御もできるんだって。さらに右腕はロボットアームのような人工物に置き換えられており、PC 内の情報も読み取れるみたいですね。その一方で、喋る能力を失い、感染症に対して弱く、削除済みな初期のため、ホルモンバランスもいい加減で、常に精神的にネガティブであるそうな。とりあえず一言言えるのはファンアートが可愛いってことですね。というわけで次の SCP を作成しようと思うんですけど、視点が勝手に動くバグが全くなくなりましたね。多分だけど、テレキルの防具の影響だった可能性が高いですね。まあその症状が発覚した時も防具をつけ始めてすぐだし、脱いでから全く起こらなくなったからな。まあ正確な理由は謎ですけどね。では次ですね。エッセンスで作成する系の SCP です。素材はツタ2つにシダ1つ、ポピー2つにアノニマスエッセンス2つです。で、SCP-46 エッセンスの完成ですね。キナ、オブジェクトクラスはセーフで、項目名は捕食性ヒイラギのヤブです。捕食性か。近づいちゃダメなやつなんだろうな。おお、来ましたね。あの真ん中に見えるヤブが SCP-46 らしいです。周りのブロックも SCP-46 の一部なんだろうな。それではちょっと近づいてみましょうか。やっぱそうなるよね。お、ちょっと近づいたらなんかデバフ食らいましたね。さらに近づいたらめっちゃデバフもろた。衰弱と発光と弱体化、そして移動速度低下にですね。ちょっと奥まで走り抜けてみましょうか。多分真ん中に行けば行くほどデバフも強く受けるって感じかな。知らんけど、はい、説明いきます。ドン。SCP-46 はケンタッキー州南西部にある捕食性の植物群で、主に2つのパーツからなります。1つは SCP-46 の1と呼ばれる植物の大きな集団で、もう1つが SCP-46 の1周辺の土地のことで、SCP-46 の2に指定されています。致命的な身体的損傷または病気を患っていない人は、SCP-46 にへと向かう強烈な衝動に突き動かされ、SCP-46 へ向かってうつ伏せの状態となり、不特異バクテリアを発症することで知られる、メキシリン耐性黄色ブドウ球菌などを含む腐食生物が SCP-46 から放出され、最終的には新種の昆虫も放出され、結果対象を捕食しては終わりみたいですね。これってさ、致命的な怪我とか病気を持たない人たちが近づいた場合の話だろ？それらの影響下にある人たちはどうなるんだよ。いいところに目をつけましたね。ではもう一度説明の画像を出します。致命的な身体的損傷または病気を患っている人はしばしば夢で SCP-46 の地をしばしば夢で訪れ、そして SCP-46 の元に旅立ちたいという衝動が芽生え、その時点ですでに SCP-46 の半径 50km 圏内にいるそうです。その個人が SCP-46 の身に足を踏み入れると、怪我や病による痛みや苦痛、トラウマなどが、すべて鎮静、緩和し、幸福感に包まれつつ消えていきます。そして SCP-46 の1の前で横たわると、体中から草が生え始め、安らぎの感覚に満ちながら安楽死します。この時、草に体が見えなくなるまで埋め尽くされたとしても、亡くなるまでは会話が可能みたい。おう、これはなんというか、考えさせられるものがあるな。というわけで食が余ってるのでもう一つだけ紹介させてください。今回も作成不能の SCP なのでここに追加しておきました。必要なアイテムはジャガイモです。なんだよジャガイモって、この SCP と関係あるんだろうな。そりゃもちろん、超終わりですよ。さて久しぶりにやってきましたジャガイモ畑、1スタック収穫するぞ。あれ、確かそのチェストにめっちゃジャガイモ入ってたような気がするぞ。え、マジ？ほんまやん、ラッキー。はい購入。これもまた掘って収容室を確保します。あ、急いでラベルも追加したので追加購入。いちいち自分で商品設定して買ってんのおもろいな。オッケー、完璧な収容室の完成。で箱の中に先ほど購入した SCP を配置していきますね。何これ？これね、右クリックするとね、ジャガイモが取れるんですよ。質
かも5つずつで、永遠に取れるんです。いや、普通に便利でくさ。まあ今の私にはピッチャがあるので使わないかなってところです。では説明いってみよ。SCP-1689 はアザブでできたジャガイモ入れの袋であり、約200個のジャガイモが入っている。でも、ジャガイモを取り出し内部に空間ができると、周囲の芋に膨らみができ、それが独立したジャガイモになるそう。これは取り出したジャガイモに適用されないとのこと。ほう、素晴らしい袋じゃないか。で、財団はこの袋の中がどうなってるか知るために、澱粉を一瞬で溶かす構想を持ち探索に出たそうなんですけど。なんとそこで見たものは、建物、道路、雑草、そして積み上がるジャガイモ。そして探索チーム隊長は気づく、確かに空間が縮んでいた。ジャガイモが膨らむせいで。ほう、なるほどね。別世界に繋がってたわけか。そうね、これはつまり、MK クラス、グレイ、ブー世界終焉シナリオが起きた後の世界というわけですね。あれね、ドラえもんのバイバインの回でクリマンジュ王中に飛ばさなかった世界線ってことね。そうそう、そのジャガイモバージョンで終わった世界に通じた袋だったわけ。はい、今日の動画は終わり。ちょっと視点がバグるやつでグダっちゃったけど許してね。あと滝エシカリ最新の情報とかは Twitter でいち早くツイートしたりするので、ぜひフォロー。セカンドチャンネルもよろしくね。ではバイバイ。バイバイ。1時間ほど挨拶を考えてたんですけど、結局思いつきませんでした。どうもユノです。いや、挨拶とか別にこだわる必要ねえだろ。何言ってるんですか？ YouTuber にとって動画の冒頭の数秒ってのは動画内でも一番。とりあえず、NPC の商品ラインナップが変わったらしいので覗いていきますか。まずお前ね。テスト石。SCP-807 ね。サラなのかな？これ。次は横の商人を確認してみましょう。これは？ SCP-59、ラジオアクティブミネラルって書いてありますね。直訳して、放射性鉱物らしいな。嫌な予感しかしねえ。はい、ってことでラストの商人です。あれ、前回いたっけこいつ。いや、新入りですね。何を売ってるんだろ。なんだこれ。とは、SCP-2317。SCP-2317？ なんつうとんでもねえもん売ってんだよこいつ。なに？このドアみたいなのがそんなに危険なの？ SCP に多少触れたことがある方なら誰でも知っているであろう。こいつです。ああ、確かにどっかで見たことあるわ。交換素材は SCP-458。いや、何の関係性もないだろ。もしかしてお腹が空いてるのかこの商人は。そんなクソみてえな理由でとんでもねえ SCP 売ってんじゃねえぞ。無限のピザを失うのは惜しいですが、私は食料に悩んでいませんしね。ここは取引に応じましょう。購入してしまった。マジでこのワールド崩壊とかしない？いや、まあマイクラですし、大丈夫でしょ。お前の、大丈夫ほど信用できないものはないんだよ。収容室作ってもよかったけど、なんか無性に家に置きたくなった。ここでいいや。見た目は完全に、ただのドアだよな。では早速説明の方行ってみますか。SCP-2317 は、マサチューセッツ州の19世紀の高級住宅向け地下室用ドアとして作られた木製のドアとその枠で、ドアの内部は異世界に繋がっており、そこには広大な塩田と円柱に並べられた7本の柱が存在します。で、この7本の柱は地下200メートルまで伸びており、その下には球状の空間が存在しています。その空間には、全長200キロメートルにも及ぶ、巨大なタイプを持つ太った人型生物の存在が確認されています。そしてこの7本の柱と巨大生物は鎖で繋がっており、巨大生物は封印されている状況です。だったんですが、実はすでに7本の鎖のうち6本は壊れており、現在はカラバサスという儀式で封印を行っているとのこと。というのは収容できていると見せかけている建前で、SCP-2317 は、世界を貪るものとして古文書に記されている太古の実態で、紀元前1894年に古代の王がこの巨人と同様の実態から作成した鎖を用いて封印されていたとされています。つまり現在にこの鎖を入手することはほぼ不可能。そして先ほどのカラバサス手続きと呼ばれる儀式も実際には無意味で、それによって、あたかも収容できているように見せかけているだけなんです。そして最後の鎖はもってあと30年。つまりこの XK クラスの世界終焉シナリオは逃れられない未来ってことですね。なんでちょっと嬉しそうなの？というわけで入ります。さよなら世界。やばくね、これ。わかりきってただろ。もうこのシリーズはおしまいだ。もう一回だけワールド入らせて、再起不能になってたらこのシリーズ終わりますわ。終わった。っていうことがあった世界線が存在してたみたいなんですよね。これがクラフターの最終兵器、SCP-2000 の再創造の力か。てか前回のコメントで教えてもらったんですけど、
この SCP-458 のピザボックスは食料ゲージが減ってる時に右クリックするとピザが出てくるみたいですね。とりあえずいつでもピザが食べられるように、持ち帰って拠点に置いておきます。よし、じゃあ次の SCP を承認から購入しましょうか。素材はジャガイモにスタックってことで前回死ぬほど獲得したので余裕ですね。んじゃ、買いますね。うわ、なんだこれ、持ったら効果発動するやつか。いててててててて。捨てれば効果止まるんじゃね。これは、衰弱痛が2分間か、確実に死ぬやつやんこれ。え、何がしたかったの今。死ぬ前に美味しいピザが食べたかったんです。とりあえず、拾ってチェストに入れなければ。チェストに運ぶだけで命が一つ持ってかれるって考えたら恐ろしいなこれ。はい、とりあえずこれで収容完了かな。はい、じゃあ説明いってみよ。SCP-59 は一見怪獣石に見える、由来不明の放射性鉱物で、これまで知られていない方の放射線を発しており、その放射線は仮にデルタ線と名付けられています。このデルタ線はチェレンコフ放射を伴い、青い発光として目視できるそうですね。そして、このデルタ線に15分以上さらされ続けると、その表面に SCP-59 の域と呼ばれる未知の菌が育ち始めます。この菌が成長を続けると、感染した物体は透明になり始め、デルタ線の源となっている宇宙ヘと消失します。そしてこのプロセスは新たな物体ヘと感染し、継続されます。このデルタ線による菌に人間が侵襲された場合、どんどんこの菌に取り込まれていき、最終的に全ての組織が菌類にとって変わられることになります。ちなみに侵襲を受けた人間は、まだその影響を受けていない人の元兵器、SCP-59 に暴露しようと試みるそうな。そして、菌に侵されつつコミュニケーションが取れるものは、決まって、青い光の楽園の存在に言及しており、その自分の状況を喜んでいる、ということです。菌とか感染系のやつって凶悪なのしかいなくね。今んとこそうだよね。ああ、感染した人全員クズリューチャンネルの視聴者になるケテルクラスの SCP 流出しねえかな。ですね。次なる SCP の交換素材としてパンが必要なんですけども、圧倒的小麦不足なんですよね。というわけで今回は SCP-124、肥沃な土の力を利用して一気に小麦を栽培しようと思います。やはり SCP を有効活用して素材を集めるのはマイクラ SCP の醍醐味ですからね。これからも有効活用できるものは積極的に使っていきます。いやー便利ですねこの土、一瞬で成長しますわ。てか結局パンっていくつ必要なんだっけ？確か1スタックだったと思うよ。パンを1つ作るには小麦が3つ必要だから、3スタックも小麦を栽培しなあかんのか。いやー、多分このスピードだったら余裕ですけどね。オッケー、小麦3スタックの収穫が完了しました。こうして、パン1スタックの完成、早速 SCP と交換してきます。はい、これで SCP-807 トラベルを交換できますね。よし、交換完了。では、収容室だけパパッと作ってしまいましょうか。いや、この作業録画外でやっとけよ。いやいや、録画しておけば100稼ぎに使えますからね。どんなものでも録画しておくことが大切なんですよ。お前軽く食用病なんだよな。まあそうかも、最近新しいゲームやるときも、動画にしたら伸びるかなとか常に動画のこと考えちゃうし。まあ、私に限らず他の実況者の方もそんな感じだと思いますけど。よし、収容室となる空間の確保は完了しました。あとはドアとかラベルを設置して完成かな。このラベルの写真、妙にリアルだな。サンドイッチだよなこれ、めちゃめちゃうまそうなんだけど。まさかこんなところで本格的な飯テロをされるとは。これが SCP-807 ですね。さっきのパンはこいつから生成されるって感じなのかな。お、なんか取れた。ルーサーバーガーって書いてありますね。ルーサーバーガー？なんだそれ。ハンバーガーの一種で、パンの代わりにドーナツを使用することが特徴みたいですね。へえ、そりゃうまそうだな。そのルーサーバーガーが無限に出てくるとか、最強かな。最近無限生成シリーズ多いな。よし、早速食べよう。心臓発作と衰弱のデバフがついたんだけど、食ったら異変が起きる系なのか、SCP らしいな。ってことで説明。SCP-807 は、白文字でラストチャンスディナーと端に書かれた、陶器のディナープレートで、このディナープレートに乗せて出された食品は脂質、塩分、コレステロールを高めたものに変化し、そしてその食品を食べたいという欲求に抗えなくなるほど、並外れたレベルで味と香りが増強されます。そしてその食品を食べてしまうと、主要動脈への突然の脂質の蓄積により心筋梗塞を引き起こし、死亡します。一気に脂質、塩分、コレステロールが増強した食品を食べた結果か。まあ食べてすぐに手術を行えば助かることもあるらしいですね。
ちなみに、この SCP-807 の項目名は、心臓直撃ディナープレートです。その項目名今までで一番好き。予定より時間が余っちゃってるので、ロックダウンモッドから1匹 SCP を作っていきますか。メインモッドなのに触れるのめっちゃ久々とか大丈夫かこの実況。では早速作っていきましょう。素材はラピスラズリブロック4つと、レッドストーンブロック2つ、水バケツ3つで、SCP-4307 トークンの完成。ってことでできました。SCP-4307、オブジェクトクラスはユークリッドで、項目名は、エレクトロマリンプレトリアンですかね。実はこの SCP なんですけど、日本語訳された記事が存在しないんです。この後の説明は全面英語の記事を Google 翻訳にかけて解説しているので、ちょっと不正確な部分があるかもです。ご了承願う。よし、こんな感じでいいかな。ここに施設を設置すれば結構見栄え良くなるはず。いやお前のセンスは当てにならんからな。あ、階段を設置すればあら不思議、見栄えがとっても良くなりました。って、あれは？見えちゃいけないものが見えた気がする。お、なんか可愛い。あれが SCP-4307 ね、爬虫類系の見た目なんだな。てかこの施設の入り口どこやねん。これか。では早速お邪魔していきますね。おお、中めっちゃ広い。さてさて、どっちの通路から行きましょうかねー。おし、鳥の死骸が落ちてるからこっちにしよう。通路の決め方が不謹慎で草。さあ、どうなってんのかな？これはハザードスーツ。嫌な予感がしますね。おお、こいつらが SCP-4307、めっちゃいますな。テクスチャのクオリティも高いな、さすがは本家ロックダウン。こや作り込まれてるわ。では説明いきます。SCP-4307 は、絶滅したノトサウルス族に属する27個の実体のグループで、脳の近くにある器官を通して電磁パルスを放出することが可能だそう。そして、SCP-4307 は放射線を吸収することが確認されており、吸収した放射線の種類と量に応じて、電磁パルスの強度と種類が変化することもわかっているそうです。この電磁パルスは主に捕食者に対して使われるものなので、普通人間には使用しないみたいですね。つまりこの群れの中に入っても平気というわけだ。まあやるとは思ってたよ。もう片方の通路の扉までやってきました。ここに奴らがいるはず。うお、びっくりした。めちゃめちゃ尻尾突き出てんじゃん。この扉は？ハザードスーツがこんなに、ここまで強調されたら切るしかねえか。え、なんでちょっと残念そうなの？では入っていきますが、せっかくなので死んだら即動画終了ということでやっていきたいと思います。あ、動画時間確認しないでね。ってことでお邪魔します。確かに。襲っては来ないみたいですね。さすがに危害を与えたら攻撃してくるだろうな。まあそうでしょうね。平和主義の私はそんなことはしませんけども、ハザードスーツを外してみましょう。まあ私は捕食者ではないので、パルスは出しませんか。ならば、仕方ないですね。くらえ。ほんの数秒前に平和主義がどうこう言ってなかった？あれ襲ってこない？いや、なんか謎のダメージ受けてますね私。あ、やばいこれ。ちょっと待って死にたくない。最後に宣伝さ。はいどうも、ゆのです。なんとですね。今回またアドオンにアプデが入ったということで、サバイバルで作成可能なたくさんのトークンと文書が追加されました。エコのシリーズ一生終わらないんじゃ。海外の方のアプデスピードと私の動画投稿ペースを考えたところ、間違いなく終わらないですね。ってことで、最初の SCP トークン作成のために必要な砂をちょっと集めてきます。あれ待って、なんでエリトラ装備してないの？いやマジでこのシリーズの動画さ、7割落下死してる気がするんだけど。まあガンツと落下死がこのシリーズを支えてると言っても過言じゃないしな。でもってイカスミとガラスで黒色の色付きガラスを作りーの。それを6つ並べて黒色の色付きガラス板を作って、ボタンと灰色のコンクリート、そして黒色の色付きガラス板をクラフトして、SCP-106 トークンの完成です。で、このトークンを特別な紙とクラフトすることで SCP 文書が作成できるんですけど、その特別な紙を作成するための紙が1枚も手元にないので、サトウキビ狩りに向かいます。おっとっとっと、久しぶりに奴がいるぞ。これで今回はガンツと落下死が一つの動画で楽しめるな。おーおー、見てくださいこの私のエイム。この距離でも100発100中ですよ。うん、全然当たってないよ。ドン。汚い花火だ。取ってきたサトウキビで紙を作って、その紙とイカスミと鉄を一緒にクラフトすることで、アドオン用の空白の文書が完成します。で、この空白の文書とトークンをクラフトすればようやく SCP 文書の完成です。ってことで今回完成したのは、SCP-105、項目名、アイリスの文書ですね。このアドオンの SCP なんですが、施設はまだ建設されないみたいなので前回同様自分で掘って作っていきますね。あれ？
これもしかして。ああ、ぶち抜いちゃいましたね。右に方向転換するか。はい、収容部屋完成。この金髪の女性がアイリス？そうなんです。めっちゃ可愛いですよね。なんかちょっと既視感あるんだけど。ほい、お、来ましたね、アイリス・トンプソン。ぐへへ、可愛いな。てかなんか右手にスタンガン持ってね。いやいや、スタンガンじゃないですよ、物騒な。これはカメラです。アイリスにはカメラと関係するある能力があるんです。では早速説明の方行ってみよう。アイリス・トンプソンは、身長154センチ、体重50キログラムのヨーロッパ人の女性で、性格は穏やかで財団に協力的であり、現在は財団で働いているそう。そして、このアイリス自体に異常性は全くありません。ですが、アイリスがあるポラロイドカメラを使用した際にその異常性は発生します。ポラロイドカメラは撮った後その場で現像され、写真が出てくるんですが、アイリスが撮影し、現像された写真をアイリスが手に取ると、その写真に写っているものがリアルタイムで動き始め、さらに写っているものを手の届く範囲で触ることができるそうなんです。一応他のカメラでもこの能力は使えるけど、一番動かせたのは SCP-105 の D らしいですね。この能力は発見経緯とかは結構とんでもないので皆さんぜひ見てみてね。はい、次なんですけど、めっちゃくちゃえげつないの作ります。もうなんかね、ガルマッツみたいな感じのやつ。なんかモザイクかけるとより気持ち悪く見えるんだけど。で、今はその SCP の作成のために群雄が必要なので牛を探してます。確かこっちの草原にいたはず。いたいた。3杯ほど回収していきます。では早速 SCP トークンを作っていきましょう。まず真ん中に群雄を置いて、腐肉をこう並べて最後に蜘蛛の目を配置すれば、SCP-597 トークンの完成。トークンの時点でえげつない見て目してんな。で、このトークンと空白の文章クラフトして、SCP 文書の完成。SCP-597、オブジェクトクラスはユークリッドで、項目名は、すべての母です。ガルマッツみたいなやつがすべての母とか嫌なんだけど私。それはわかりみがマリアナ開口。土定番中の定番だけど倍速時の採掘音ってやっぱり素晴らしいよね。毎回倍速時は私たち無言でいいかな。まあ視聴者維持率を保つためには喋らないといけないからな。ちょっとネタすぎない、その発言。オッケー、掘り終わりました。じゃ、SCP-597 を排出していきますね。うお、なんだなんだ、何が起こってんだこれ。きっも。こいつが SCP-597。見た目がよくわからんけど、どうなってんだこれ。あと私、ジャンプしないと動けないでバフもらってますね。あ、そういやお前あまりの群雄持ってただろ、飲めば？なるほど、その手があったか。お、治った。まあ治ったから何？って感じだけど、もう一個群雄あるし、せっかくなんでもう一回触れてみようかな。さすがは天性のド M。あれ、なんか文字出てんな。何？あなたは SCP-597 があなたの母親であると考え始め、去ることを拒否します。って書いてありましたね。まあ詳細調べてきますか。はい、調べてきました。くっそエグかったです。SCP-597 は、高さ 5.8 メートル、幅 10.67 メートルの大きな肉塊であり、体中に200という様々な形状の乳首がついています。SCP-597 に哺乳類が近づくと、年齢、性別、種を問わず、母乳を飲みたいという強烈な衝動に駆られるそう。そして実際に母乳を飲んでしまうと、肌抜け運動不足で筋肉が萎縮し始め、最終的に SCP-597 の近くで丸く横たわって窒息死します。さらに母乳を飲んだ対象者は精神的影響も現れ始め、SCP-597 に対してお辞儀、ひざまずき、はい、合唱をするなどの儀式をゆっくりと行い、1時間以内に全ての言語能力、知性、意志を失って幼児対抗することが確認されています。確かにエグいけど、SCP っぽさがあって私は割と好きだな。はい、もう一体だけアドオンの SCP を作成していきますね。まずは黄色の羊毛を作って、ネザーオートブロックを黄色の羊毛で囲えば、SCP-309 トークンの完成。すげえつぶらな瞳で見つめてきてんな。あとは空白文書とクラフトして、SCP-309 文書の完成。ちなみにオブジェクトクラスはユークリッドで、項目名はプラステンのおもちゃです。プラステン、なんだそれ。ぬいぐるみやクッションによく使われる布の種類で、長く柔らかい毛羽のある織物のことらしいよ。知らんけど。というわけで、収容室をもう作っといたんで、早速配置していきましょうか。さあ、どんな感じで配置されるのかな。あれ？あーなんか手元にアイテムが増えとる。これが SCP-309 なのね。お。腹に腕めり込んでるけどバチ当たんない？これ、置けそうだなこれ。おお、置いたら割と可愛いわ。Why？ というわけで解説行ってみましょうか。はいどん。SCP-309 は、プラステンでできた小さな動物のぬいぐるみで、表と裏が完全に楽になっているように見え。
内部には綿が詰められていて、見る者に思わず抱きしめたくなるような柔らかい印象を与えるそう。SCP-309 は生物と接触することで、接触した生物の生命活動に危険を及ぼします。人類や動物種が指、もしくはそれに類する部位で SCP-309 に軽い接触を行うと、その後数十分へも言われぬ不快感を覚えます。この時の不快感と嘔吐感は圧倒的なものであり、どんな強靭な被検体でも数秒以上の接触を維持できないとのこと。もし仮に、この SCP-309 を体に押し付けたり、強く抱きかかえたりしようものなら、被検体は激しい苦痛の中5秒から10秒の間に、裏返しになります。え？裏返し？被検体の骨格は変化しませんが、すべての軟組織、つまり筋肉、腱、靭帯が反転し、もろもろの臓器が表面に配置されることになります。この時の被検体は今まで味わった中でダントツで一番の苦痛であると報告しています。So scary. はい、次なんですけど、本家のロックダウンの SCP トークンを作成していこうと思います。で、そのための素材として、雪ブロックが5つほど必要なんですよ。でも今私が持ってるのは3つ。足りないんです。いや2つくらいささっと取ってきたらいいだろ。そうなんだけど、雪が存在するバイオームがめちゃめちゃに遠いんですよ。数十分かかるし、歩くの面倒だな。だからちょっと早いけど今回この辺で終わろうかな。なんて。舐めてんの？すみません、ささっと取ってきます。ふぅ、ようやく着いたぞ。帰るのは一瞬なのがまだ救いだわ。ってことで、ささっと雪玉だけ回収して帰ります。お、雪降ってきた。マイクラの雪って割と幻想的だよな。クリボッチの悲しい記憶が蘇ってくる。あ。では SCP トークンを作成していきますね。まず昔取ってきたあまりの妖怪と、蜘蛛の目、さっき回収した雪ブロックをこんな感じで並べて、SCP-59 の FR トークンの完成です。FR か、フランス支部の SCP だな。今回も財団ページの記事が翻訳されていなかったので曖昧な説明になるかも、ご了承願う。はい完成。SCP-59 の FR、オブジェクトクラスはユークリッドで、項目名は、直訳で多分吹雪の爪ですね。ロックダウンの SCP ってことで期待が高まるな。ではここに配置していきますね。多分川の上にいい感じに配置されるはず。おお、すげえ、あそこだけ雪降ってる。おお、すごいな。てかなんだこれ、バカ重いわ。よし、橋を作ってる間に SCP の解説をしていこうか。SCP-59 の FR は9月上旬から3月下旬にかけての北緯なんちゃら度以上の地域でほんの数分で現れる小さな吹雪で、内部は異常な大雪、強風、極寒、視界の悪さから非常に危険な環境になっています。そしてこの吹雪内には、SCP-59 の FR の1と呼ばれる爬虫類のような生物が3から8体の群れを作って出現します。この生物は攻撃的で獲物をどこまでも追跡し、爪を使って攻撃します。爪の攻撃を受けた場合、ひどい裂傷を起こし、衣服を通して部分的に凍結するそうな。つまりこの吹雪の中は超絶な劣悪環境で、中には人を襲う生物がたくさんいるってことか。ただの地獄じゃねえか。おお、おるおる、こいつがその SCP-59 の FR の1ね。攻撃力もそこそこ高い上に大量に中にいるっぽいので、SCP-6 の恩恵をもらってきますか。恩恵もらったんで、ちょっと飛び込んでみますね。なんか嫌な予感がするんだよな。待って、これめっちゃ地面に穴開いてるわ。落ちないように気をつけないと。さて、奥の方はどうなってんのかな？特に難問じゃなくて多すぎでしょ。やばい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 。しかも SCP-6 の恩恵もらってても痛い。よし、ここに逃げ込もう。あ、落ちちゃった。ってやばくないこれ？収容違反じゃん。待ってこれやばいって。うわー。はいはいどうも、ゆのです。前回まで、サトウキビが必要になるたびに周辺に採集に出かけてたんですけど、コメント欄でめちゃめちゃ、サトウキビ畑作れよわら、と書き込まれてました。うん。それを見た私は思いました。その手があったかと。もうマイクラ実況者名乗るのやめろよ。いやはや。コメント欄で気づかされることばかりで本当にありがたいですね。最近ではコメントのおかげによって、この動画の編集ミスの多さにも改めて気づけました。それは本当思う。なんでこの動画ってこんな編集ミス多いの？なぜかどれだけ確認してもどっかしらミスってるので、もうこのシリーズの醍醐味ってことにします。というわけでサトウキビ集めをしていたところ、謎の扉を発見しました。これは、SCP なのか？100% そうだと思う。てか扉系の SCP ってワクワクするよね。どっかに飛ばされるのかな。記念撮影して、早速突撃してみましょう。記念撮影する意味。何言ってるんですか？ YouTuber たるもの、いつどこでもサムネにできる場所、ってなんか変な音しない？確かになんかなってんな。なんなんだこれ。トリマ、入ってみます。お？なんだこの世界。一面灰色だな。
てかさ、これ扉ないっぽいし。帰れなくね。まあサトウキビの回収も終えましたし、本当に帰り道が見つからなければ機関の書を使おうかな。とりま、しばらくはこの世界を探検してみることにします。とは言ったものの、何にもないよねこれ。探索してる間にこの世界について説明とかできそう。そうですね。では早速調べてきました。SCP-3608 は、知性のある略奪的な次元であり、SCP-3608 に通じる単一の青いドアを通ることによってアクセスされます。ドアの先はその人が慣れ親しんでいると感じられるような環境が広がっています。そして、この世界に知性ある生物が踏み入ると、様々な負の記憶やトラウマが蘇り、SCP-3608 はその負の感情からエネルギーを吸い上げるということが分かっているそうです。そして、この時何かに見守られているように感じるらしいです。と、歩き回っていたら四角い建造物みたいなものがありました。一体意味のあるものなのでしょうか？あれ、今なんかエフェクト付与されなかった？ほんまや。これはあのモーションブラーみたいなのがかかるエフェクト。いや不安っていうデバフだからなこれ。あれ待って、次は吐き気も付与されたぞ。確か財団の報告書にも元の世界へ帰る時には強い幻覚や不安感があったっぽいし、やっぱり、機関用のドアがありました。こんな動画映えのしない世界とはお別れぜ。お？戻ってこれた。ただ不安と吐き気のデバフがやばい。本当にこれ割と気持ち悪くなるからカットしますね。いろいろあってすっかり忘れてましたが、目的だったサトウキビ畑を作成していきます。マイクラ歴7、8年の私ですが、実はサトウキビ畑というものを作ること自体初めてなんですよね。だろうな。もう何を言い出しても驚かないぞ私は。というわけでサトウキビ畑が完成しました。これで紙の作成に歯二度と困らなくなるはず。はい、今回一発目は、エッセンスで作成する系の SCP を作成していきます。まずは鉄塊を4隅に配置、そして鉄3つとアノニマスエッセンスをこんな感じで配置して、ビジョンアルタリングスカルプチャーエッセンスの完成です。これはあれですね、SCP-626 が施設と共に召喚されるエッセンスですね。マジでどこに配置しようか迷いました。もうここでいいや。お？結構こじんまりとした施設ですね。では早速入っていきましょう。おーすげー、影モッドがいい雰囲気出してんな。この影モッドは軽い上に夜が暗くないので、これからも導入したままにしとこうかな。まあその辺コメントよろしくお願いします。よし、じゃあ奥に進んでいくぞ。あれ、まだ扉ある。お、あれが SCP-626？ なんか電気放出しそうじゃない？大丈夫かな？それはそれで面白いからありだけど。んじゃ、近づいてみます。不安と、盲目？あれ、盲目ついてんのに周りが暗くないな。これあれじゃね。影もっと切らないといけないやつじゃね。そうかも、切ってきました。んじゃ、改めて。おう、しっかり周りが暗くなった。いや、普通に怖いな。びっくり要素とかないよな。というわけで解説いきます。SCP-626 は、高さおよそ72センチの金属製の物体で、体積に比較して質量が非常に少ないそうです。で、この SCP-626 に被験者が近づくと、被験者の視力が徐々に悪化し始めます。この時被験者の網膜の感情体と錐体が消失し始めることが確認されており、形状や色を判別できなくなることが明らかになっています。そして、およそ7時間後には完全に視力は失われます。そして、SCP-626 の暴露から15時間後、視力は回復し始めます。この時被験者の目には感情体と錐体が存在しませんが、なぜか色、形状、明暗を見分けることができるようになり、以前の視力よりも鮮明になっていることが実験により明らかになっています。ですが被験者は幽霊や他の物理法則を無視した人間といった幻覚を見始め、幻覚が始まると、被験者は論理的思考力と言語能力を失い始め、徐々に気泡を発症し、脳の機能は徐々に停止し始め、最終的に被験者は硬直し、数時間後には死亡します。その後死亡した被験者の目から全ての水分が蒸発し、凝縮、乾燥する現象が観測されているそうです。視力が悪くなったかと思えばめちゃめちゃ良くなって、最後死亡っていうこの上げてから落とす絶望。まさに SCP らしいですね。はい次、前回作成したアドオンの SCP トークンを作成していきます。まずは、皮を四隅に配置、あとはルーニクとネザーウォートブロックをこんな感じで配置して、SCP-4158 トークンの完成。何これ、まんま牛やん。というわけで空白の文書とグラフとして SCP-4158 文書の完成ですね。ちなみにオブジェクトクラスはユークイドで、項目名は、ビップチャーリー、ザ、ビップカウですね。こちらも日本訳 SCP なので正確な項目名や内容はわかりませんが、直訳で大きなチャーリー大きな牛なのかな。結構海外では人気の SCP らしいですね。では、排出していきますね。てか項目名に世界を知って入ってたけど、こんな小さい収容室に収まるのか？まあ大丈夫っしょ。
その時はその時です。なんでそんなポジティブなんだよ。ほい。おーおー、マジででけえ。ぴったり収容室に収まってんの笑う。おいなんだこいつ、攻撃的なのかよ。仕方ないので一旦拠点に帰ります。入ったら攻撃されるし、ここガラス張りにしよっと。ってなんでお前出てくるんだよ。その図体で高さ2マス横1マスの隙間を抜けてくるのはおかしいだろ。ってことはこいつは図体はほぼ毛皮で構成されてるのか？何冷静に解釈してるんですか？ああよかった、なんとかまた収容できた。はい、解説いきます。SCP-4158 は、執筆時点では身長 3.4 メートル、長さ5メートルの牛のような生き物で、知性と従順性を備えており排泄物などは生成しないそう。SCP-4158 はサイズと重量が常に増加する異常性を持ち、余分な質量は毎週洗断する必要があります。洗断した SCP-4158 の肉は、USDA ユーティリティグレードの牛肉として異常性はないっぽいですね。あ、USDA ユーティリティグレードっては牛肉の等級のことらしいです。え、食べるのこの肉。いや、焼却処分されるっぽい。で、洗断されなかった場合、手足、生殖器、そして稀に臓器を含む新しい特徴が SCP-4158 に形成されます。実験にて最大で、高さ 8.5 メートル、長さ 9.8 メートルにまで成長し、7本の足、4本の胃、2本の陰茎、5本の睾丸、3本の舌を備えていたことが確認されており、新たな神経組織の形成が確認され、実験は中止になったそう。放っておくとどんどん化け物になるってことか。お前もしっかり面倒見てやれよ。ってことで次なる SCP の作成に至っての頭が必要なのでまた取りに来てます。今回はさすがに泥像の武器とか持ってきてんだろうな。そんなん使うまでもなくなくないですか？だってリザスケの頭のドロップ確率って 2.5% なんでしょ？これってつまり、プリコネの星さん確率と一緒ってことじゃん。私、最近10連で2枚引きとか普通にするからさ。そう考えたら正直余裕じゃない？って感じ。こいつ本当に何言ってんの？はい、では死ぬ気で取ってきたリザスケの頭を使った SCP を作成していきます。リザスケの頭を真ん中に配置して、鉄ブロックとレッドストーンブロックをでこんな感じで配置して、SCP-217 トークンの完成。あれ、SCP-217? 昔作んなかったっけ？そうですね、昔作成した時計仕掛けのウイルスです。ですが今回この SCP は本来作成予定の SCP の材料となってもらいます。SCP を材料に使う SCP を作成するってことか。そういうこと。とりあえずこんな感じで SCP-217 を文書から生成します。今回この SCP の説明は省きます。詳しい説明が知りたい方はこの動画か、財団ページをご覧ください。では今回のメインディッシュとなる SCP を作成していきます。まず真ん中に SCP-217 を置いて、腐肉と皮をこんな感じで並べれば、SCP-610 トークンの完成。だからトークンの色がもうそっち系なんだよな。で、あとは空白の文書とグラフとして SCP-610 の文書が出来上がりですね。SCP-610、オブジェクトクラスはケテルで、項目名は、肉肉しいものですね。肉肉しいもの。さっきまで牛肉の話出てたから腹減ってきたわ。で、ちょっと今回なんですけど、かなりの時間をかけて大きい空間を作ろうと思います。なんだ？この SCP はさっきの牛よりでかいのか？まあ一回りはでかいかな。とりあえず全体像が把握できればいいかな。サムネ撮影とかしやすそうだし。というわけであとはこの作業が20分ほど続いたのでカットしますね。というわけで収容室が完成しました。どうでしょうかこの広さ。そしてしっかり上からも見下ろせるような作りにもしておきました。確かにちょっと収容室っぽくはなってんな。ではここで SCP-610 を放出しましょう。と入っても SCP-610 は、こんな感じで SCP-217 みたいなウイルスなんですけども、これを自分の体にぶち込み、あーちょっと待って、アイテム置いてくる。死ぬってことだよなそれ。では見にくりしてみます。SCP-610 感染が付与されました。で、謎の物体が生成されましたね。いや、普通に気持ち悪いんだけど何これ。で、この物体を銃でぶち抜いて、あれ、判定どこだこれ。お、当たった。なんかヤバそうなの出てきた。名前はザ、フレッシュザットヘイツザ、キングオブゼム、直訳で彼らの王を憎む肉、かな？とりあえず、全体像が見える定点カメラを用意してるので、そちらの画面を見つつ、解説行ってみようか。てかなんかすげー押されるんだけど、SCP-610 は広大な感染区域のため封じ込めは不可能なので、現在は周辺区域を閉鎖しており、SCP-610 に感染した疑いのある者は全て火炎放射器によって焼き殺されることになります。SCP-610 に感染すると、はじめは皮膚病のような状態になって、失神、かゆみ、過敏症などの症状が出ます。そして3時間以内に腕部、胸部など20度の傷跡に酷似する組織が形成され、その1時間後に、
傷跡は脚部、背部にまで及び、5時間以内に感染者を完全に食い尽くします。これがさっきの死んだ時に生成された物体ね。その後感染者は死んだように動かなくなりますが、およそ3分ほどの停止期間を過ぎると突然起き上がり、通常の人間より3倍ほど活動的になります。続いて被害者についた傷跡が自発的に動き出し急速に成長していき、感染がここまで及んだ時点で通常の人間としての生命活動は消滅していきます。この段階まで進んだ感染者には、腕部脚部などを見本以上持つものや、自身の頭部を機械に細長く引き伸ばすものなど異様な見た目となるそうですね。いや、マジで感染系の SCP にろくなのいねえな。というわけで長くなりましたが今回はここまで。チャンネル登録と高評価、コメントあとは Twitter のフォローなんかもよろしくお願いします。あ、最近ではちょくちょくセカちゃんにも動画出してるのでみんな見てね。んじゃ。バイバイ。はいはいどうも、ゆのです。前回ビザスケ狩りに行き痛い目を見たので、泥造園茶本持ちの師匠探しに来てるんですが、なんと最寄りの村から徒歩数分の砂漠の村に、目的の師匠さんがいらっしゃいました。え、ってことはまたウィザスケ狩りに行くのか？うん、ちょっと次なる SCP トークンの素材としてネザースターが必要でね。え？またウィザスケの頭を3つも集め直すのか？いや大丈夫です。ドロップ増加さんですよ。ドロップ率が 5.5% まで跳ね上がるんですよ。これはもう実質プリンセスフェスですよ。全部プリコネで例えるの笑う。てかエメラルド16個いるのか？道中交易でかき集めたけどまだ足りんな。鳥まこの村を見て回るか、いいかもがいるかも。ってことでこの村にある作物を漁りまくって農民と取引し、エメラルドを確保することができました。果たしてこれは公平な取引と言えるのだろうか。よっしゃ、これで取引完了ですね。エンチャホンって確かかなとこで付与させるんだよね。どうせまたかなとこ使ったことないとか言い始めるんだろ。失礼な、こんだけマイクラやってるんだから使ったことあるに決まってるでしょ。使ったことあると思います。急に自信なくなってんじゃねえかよ。うるせえ、さっさとかなとこ作ってくぞ。あれ？よっしゃ完成。てかわからんのなら別に無理に並べてクラフトしようとしなくてよくね。バニラの機能に並べなくてもクラフトしてくれる機能あるじゃん。いや、それは私のプライドが許しませんね。めんどくせえやつだなこいつ。てか今持ってるダイヤ剣すでに泥像位置ついてるんだよね。新しくダイヤ剣新調してくるか。はい、適当にエンチャントしてダメージ増加2がついたダイヤ剣を持ってきました。これに泥像さんのエンチャ本を合成して完成ですね。では SCP-6 の恩恵を授かった後ネザーへ向かいます。はい、というわけでネザーに来ているんですけども、30分近い録画データが吹っ飛びましてですね。ウィザスケの頭を4つ獲得した瞬間 PC が異常終了したんですよ。いやそんなことある？って思ったんですけど録画データが破損したことは事実ですので、ワールドデータを戻してもう一度ウィザスケの頭を集めに来ています。まあ録画データが飛んだのなら取り直すのは当たり前だな。てかそれよりも、30分でウィザスケの頭を4つ集められたってすごくねえか。確率だけ見たら 3% 増えただけだけど、それが積み重なれば効果は絶大ってことか。お、落ちましたね。一つ目です。あ、二回目の撮影で疲れ切ってるのでリアクションを取る元気ないです。すみません。お、来た。二個目です。必要なのはあと一つですが、他の SCP の作成のため H 余分に集めることにします。てかもうこれ以上必要ならウィザスケトラップでも作るべきなんじゃないのか？そうですね。まあこれから追加される SCP の素材を見てその辺は決めましょう。はい、出ました。3つ目。ここまでにかかった時間は25分くらいですかね。やはりドロップ増加さんの力はすごい。はい、4つ集まりました。さっさと帰ります。んで、この後イザーとタイマン貼るわけなんですが、今の手持ちの武器だと心もとないので、ミニガンを作ります。殺意高すぎないっすか？てかウィザーって体力半分になったら飛び道具無効化するんじゃなかったっけ？まあ、弓は無効化できても弾丸は無効化できないでしょ。これで蜂の巣にしてやります。はい、作成。ミニガンってことで弾が大量に必要っぽいので今ある鉄で量産します。やべ、作りすぎたかも。ちょっとだけ試し撃ち。おお、さすがミニガン。これは期待できますね。というわけで一応ダイヤフルエンチャにしときました。あとミニガンが効かなくなった時用にアンデッド特攻の剣も持ってきました。SCP-6 の恩恵もあるし、まず負けないでしょう。なんかいつになく準備良くない？ってことで砂漠の端っこまでやってきました。ここでなら存分に戦えます。じゃもう早速召喚していきますね。
いやー、今回ばかりは負ける気がしねえぞ。私が死ぬ時は9割落下し、1割ガンツとそう決まっているんだ。すげえかっこよさそうにダセーこと言ってる。さあ、かかってこい。うわ、びっくりした。うおー、ミニガンを食らいやがれ。お、予想以上の削りだな。てかこいつにナーフの銃とか撃ったらどうなるんだ？それ考えてたんですけど、ナーフの銃でウザーをゾンビにした場合、ネザースターがドロップしなくなるんじゃないかなと思ってね。面白いと思ったけど今回はやらないことにしました。とかだべってるうちにウザーが死んでました。恐るべし現代兵器。ってことで前半ウィザー討伐2時間を割きすぎたので、ささっと目的の SCP トークンを作っていきます。まず鉄ブロックを4つ並べて、黒色の羊毛2つと鉄2つをこんな感じで配置。最後にネザースターを添えて、SCP-5000 トークンの完成です。SCP-5000 か、霧のいいナンバリングだな。あとは空白の文書とクラフトして SCP-5000 文書の出来上がり。SCP-5000、オブジェクトクラスはセーフで、項目名は、どうしてですね。この SCP は SCP-5000 を決めるコンテストで、2位に圧倒的差をつけて優勝した作品なんですよ。で、そのコンテストにはテーマがあって、そのテーマは、謎、だったんです。あ、テーマがわからないから謎なんじゃなくて、ミステリーの方の謎ですからね。というわけでこの SCP-5000 もとてもとても難解な謎がある SCP なんですよ。この SCP のまとめ記事でさえ読むだけで1時間以上を要するという凶悪っぷり。そんなの説明できるはずもないので、早速文章を使ってみます。はいこれ、文章使用すると、アブソリュートエクスクリジョンハーネスっていう装備が出てきます。日本語訳で、絶対除外ハーネスですね。このハーネスを装着すると、姿が消えます。ひらめえ。というわけで先ほども言ったようにこの SCP の説明は不可能なので、今回はこの SCP-5000 の謎には触れず、報告書の内容だけ説明します。SCP-5000 は機能のないパワードスーツで、内部回路図から SCP 財団が設計した絶対的除外ハーネスとされており、かつては装着者を保護し、有益な影響を及ぼすための異常な機能を多数搭載していたと考えられています。ですが、今は壊れていてファイルのデータを読み書きするくらいしかできないそうな。そしてこの SCP-5000 には当初、ある財団職員の死体が入っていたんですって。でもその職員は今現在普通に生きていて、財団に勤めているんです。本人にも確認が取れており、SCP-5000 については何も知らないことが確認されています。さらにこの SCP はそもそも財団が設計したものなのに、報告書の説明も推測混じりなんですよね。その他にも初っ端からたくさんの謎が出てきます。その後は SCP-5000 に保存されていた大量のアーカイブを読み解いていくことになります。それがこの SCP-5000 の一連の流れになるみたいですね。私も考察されている方のページを一通り読んでみましたが、これはもう小説です。ただ、私には詳しく理解はできませんでしたけども。てかさっきのパワードスーツ、地味に満腹度回復ついてますね。これは重宝しますわ。というわけでお次はメイン MOD のロックダウンの SCP です。今回作ろうと思うのはこれ SCP-573 トークンです。あれ、このアイテム見たことあるけどなんだっけ？これは、あれですね。血死類の尻尾です。ネズミは以前作成した SCP-997 の収容室内にたくさんいたはずなので、ちょっくら討伐してきます。よし、やってきぞ。ネズミはいるかな？おお、いるいる。でも以前見た時よりちょっと少ない。4匹はいないと困るんだけど。こっちにもいるかな？ちょうど4匹だな。全滅させるのか。申し訳ねえ、俺のために死んでくれー。んじゃ、クラフトしていきますね。まずは今取ってきた月種類の尻尾を4つ並べて、次に音符ブロックとジュークボックス、骨をこんな感じで並べて、SCP-573 トークンの完成です。てかやば、ずっと SCP-610 の体力が見えちゃってるんだけど。あいつもいつか討伐するべきじゃないか？それが、あいつって攻撃全部通んないんですよ。おいマジかよ。はいできた。SCP-573、オブジェクトクラスはユークリッドで、項目名はハーメルンの笛ですね。ハーメルンの笛って、あの有名な童話の笛だよな。そうですそうです。童話の笛です。ではここに施設を配置していきます。うおー、なんだこれ、埋まってんぞ。でもよかった。収容室じゃないっぽい。一旦外に出ます。よーし、お邪魔していくぞ。あ、あれ、なんかカードキー入れる場所がないんだけど、何これまたぶっ壊して入るの？まあもう慣れてるからいいけど。さてさて、収容室はここかな？おお、ありました、ハーメルンの笛です。ハーメルンの笛ってことは子供を誘導したりできんのか。その点どうなんだろうね。マイクラだったら家畜の誘導でもできたりして、ちょっと増えてみるか。おーすごい、しっかり笛の音が鳴ってた。説明が終わった後外に出て家畜に増えてみようか。ってことで説明いきます。SCP-573 は、推定して72歳の人間の少女の骨から作られたフルートで、
演奏すると、動物や思春期前の子供の精神を非常に受容的にすることが分かっており、影響を受けた者は、演奏者の要求を素直に聞き、普段の精神状態だと受け入れがたいことでも進んで行うようになります。ひらめいた。通報した。おーすごい、家畜がしっかりついてくる。普通に使えるやつじゃんこれ。ってことで時間も押してるのでささっと最後の SCP を作成していきます。はい、SCP-956 トークンの完成です。ちなみに真ん中の雨はこんな感じの作成法です。で、あとは空白の文書とクラフトすればいいだけなんですけど、なぜかクラフトができません。このアドオンの他のトークンは同じ方法でクラフト可能なので多分バグです。ってことで収容室ホリホリタイムです。一番喋る内容に困る場面なのでカットしますけど、はい、収容室が完成したので早速 SCP-956 を排出していこうと思います。え、かわいい。でもなんかついてきてるの怖くね。攻撃とかされたりしてね、普通にされたわ。てか一瞬見えた名前がめちゃめちゃ物騒だったんだけど。ザ・チャイルドブレイカー。確かに物騒だね。日本語の項目名はなんて言うんだろ。はい、というわけで説明。SCP-956 は、道の四足獣をかたどった通常のピナータのように見え、様々な量の接着剤、うんちゃらかんちゃら、砂糖、未特定の毛皮及び人間の組織から構成されています。12歳未満の子供がうんちゃらメートル以内に近づくと、SCP-956 は活性状態に入り、子供を完全に行動不能にします。その後 SCP-956 は子供に接近し、胴体が破裂するまで犠牲者を殴打します。そして胴体が破裂した子供の腹部から大量の無印のキャンディが放出されます。で、そのキャンディを12歳以上の人が食べるとうんちゃら確率で心臓発作を起こし、12歳未満の子供が食べると、SCP-956 に接近した時のような行動不能状態に陥り体が、その数分後、子供は SCP-956 の別個体へと変化を遂げます。はい、可愛い見た目をしているやつは大抵危ないということがわかりましたね。はい、というわけで今回はここまで。チャンネル登録、高評価、コメント、Twitter のフォローとセカちゃんの登録もよろしくです。では、バイバイ。バイバイ。どうも皆さんこんにちは、ゆのです。前回の動画からしばらく期間が空いてしまいましたが、中の人がリアルで忙しいらしく、しばらくは投稿ペースを落として活動するらしいです。前もそんなようなこと言って結局投稿頻度変わらんかったよな。いやむしろ上がってたような。まあ嘘に塗り固められたチャンネルだもんしょうがないね。いやそれお前が言うのかよ。まあそんなことは置いておいて、今回も SCP シリーズやっていくわけなんですが、なんと売店のテスト石がですね、とんでもないものを販売しているという風の噂がありましてですね、今回は最初にその物を購入しに向かいたいと思います。ここだけ聞いたら完全に闇取引なんだよな。さあ、何が売られてんのかな。なんだこれ。ボタン。何警告、SCP-1 の J を押すと、あなたと世界に多大な存在を与えます。めちゃめちゃ面白そうじゃん。さようなら世界。取引アイテムがリンゴってことで早速持ってきました。なぜリンゴ1個と世界の終焉が同じ価値なのか。つまりこの世界での食料は実質世界終焉なわけですよ。ごめん本当に何言ってるのかわかんない。はい購入と、久しぶりにいい買い物をしました。ベスト石の売店にはまた期待してますよ。てかこれってどういう感じに設置するんだろ。壁とかつけれるのかな？あ、これ床につけるっぽいわ。はい、押します。なんだこれ。完全に固まってんじゃん。なんかたまーに動けるんだよね。マイクラ自体も応答なしにはならないっぽいし、ただただ恐ろしく重い。確かにこれはワールド破壊だわ。というわけで再構築してきます。いやマジでこのシリーズで何回世界崩壊してんの？あ、諸事情により別世界での撮影となっておりますが、説明が終わり次第元の世界に戻ります。ご安心ください。それじゃあ説明行ってみよう。SCP-1 の J は、この世界自体を破壊するのに十分な力を持つ登山団の科学者たちが考える自爆装置で、金属の箱に取り付けられた円形の赤いボタンで構成されます。SCP-1 の J は、それを見たり特徴を聞いたりした全ての人間に、押してみたいという弱い精神衝動を引き起こすそうです。まあこれ、実際はただの押したくなるだけのというわけで世界が元通りになったので、前回回収したイザスケヘッドの余りを使用して、新たな SCP トークンを作成していこうと思います。はい、了解に氷、雪ブロックをこんな感じで並べて、最後にイザスケヘッドを添えれば、何もできませんね。あ、はいはい、了解と氷の並びが違ったのね。ってことで、これで SCP-5140 トークンの完成です。空白の文書とクラフトして配できました。
SCP は1140文書です。オブジェクトクラス分けてるで、項目名は、エベレストですね。エベレスト？あの山そのものってこと？いや、なんかエベレストに散在してる多数の投資体のことみたいらしいんだよね。まあとりあえず、収容室作って召喚してみましょう。あ、そうそう。実は私、何枚かファンレターとかプレゼントをもらったんだよね。めちゃめちゃ荷物で爆上がりしました。送ってくださった方、本当にありがとうございます。まさかお前にファンレターが届く日が来るなんてな。いやはや、ありがたい限りです。YouTube 活動、失踪しないように頑張ります。去年失踪してたやつがなんか言ってる。いやだからあれは、世界にヒーローが不足してたから仕方なく。よし、惚れた。毎回この作業で100稼げるのありがたいな。めちゃめちゃ心の声漏れてね。じゃ、召喚します。あれ？うわ、びっくりした。これがさっき言ってた死体か。今んとこ死体ってことしか情報がない上に、ケテルだからねこいつ。怖っ。怖っ、とか言いながらバリバリ接触してんじゃん。あ、なんかオスとスーって動かせるぞこいつ。マジで何にも起こらんじゃん。いや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 、何？マジでびっくりしたんだけど。てか死体増えてるなこいつにやられると同じような死体増えるのか。まあいいや、とりあえず調べてきました。SCP-5140 は、エベレストさんの各所に散在する多数の凍結した死体で、現在の数は不明です。この報告書の執筆時点では、100体以上200体未満だと判断されているそうな。で、この死体なんですけど、任意の携帯の熱と物理的に接触すると、自らの温度を上昇させることなく、その熱を吸収します。このプロセスは人間に致命的なダメージを与え、これによって人間が死亡すると、SCP-5140 となります。まあ死体だし動かないんだろ？そこまで危険性はないように見えるけど。実は保育に任務記録があるんだけど、死体の山が道を塞いでいたとか、足を掴んできたとか、死体が動いているっていう記録があるんだよね。まあ結局は錯乱してた幻覚ってことになってるけど、これは本当に幻覚だったのか。ちなみに保育にはこんなことが書かれてるんですよね。2024年4月25日午後11時49分時点でエベレストの質量の 45% は死体で形成されていると推定される。やっぱ、半分近く人の死体でできてんのかよ。いや、もしかしたらまだ雪の中の確認できてないところに。っていう感じで説明が長くなっちゃったんで次の SCP の作成に行きます。説明というか後半考察みたいになってたけどな。そういえば、エリトラ使うなら花火使えってコメントが最近めちゃめちゃ多いんですよ。それを見て私は思いました。その手があったかと。はい、いつもの。取り間使ってみっか。わざとだからね。よ、よし、気を取り直して飛ぶぞ。さて、どんくらい効果あるんだっけかな？おお、これはすげえ、めちゃくちゃ速いし滑空距離も桁違いだ。で、今って何しに来てんの？あ、そうそう、鶏の羽と肉が欲しくてね。ちょっと借りに来てます。こんな遠くに飛ぶ必要もなかったんだけど、ちょっと楽しいから遊ばせて。ねえ、さっきから滑空中に花火使っても効果ないし数も減らないんだけど。ねえ、これしよう、バグ？おお、なんだこれ、楽しい。てかさっき一瞬見えた牛が全く動いてなかったんだけど、これもしかしてラグってね？だとしたらやばいな。常に飛んでたからラグが溶けた時に地面に追突して死ぬかも。あ、これは、完全にラグってますね。いや待て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 、ここどこや。同じ景色ばっかで目印になるもんなんてないしな。結構遠くまで遊びに行ってたしな。まあ探すしかないよね。全ロスしました。え？全ロスしました。すべてを失いました。鶏の羽集めに向かって全ロスするやつ多分お前くらいだぞ。なえなえ、とか言ってても仕方ないので気を取り直して SCP を作っていきます。今回作成するのはエッセンスから作成できる系のやつです。アノニマスエッセンス、生の鶏肉、焼き鶏肉、羽をこんな感じで配置すれば、SCP-41 の J エッセンスの出来上がりです。で、この SCP なんですけど、カスタムジョーク SCP ってことで、財団ページに報告書の記載がありません。なので今回解説みたいなのはありません、ご了承を。ほい。ほう、こじんまりしてますな。それじゃ、お邪魔します。お、こいつがスピードスターチキン。スピ
ードスターっていうくらいだし、足がむちゃくちゃ速かったりすんのかな。顔はかなり鈍足そうだけど。いや、ただの偏見じゃねえかそれ。襲ってこなさそうだし、とりあえず柵の中に入りますか。あと周辺に大量の種が置いてあるのもなんか気になるな。あ、私もそれを持ってさっき試してたんですけど、こいつ全く興味示さなかったんですよね。もういっそのこと殴るか。こいつそこそこ体力あるし大丈夫でしょ。面白いなこれ。はい、サイコパス。はい、というわけで今回のラストはロックダウンの SCP になります。素材はラピスラズリブロック2つにラピスラズリ2つ、エメラルド2つをこんな感じで配置して、最後に羊毛を3つ添えれば SCP-63 トークンの完成です。なんだこのアイコンは、歯ブラシみたいだな。お、その通りですよ、歯ブラシの SCP なんです。嫌な予感しかしねえよ。はい、できた。SCP-63、オブジェクトクラスはセーフでで、項目名は、世界最高の歯ブラシです。歯ブラシ？歯ブラシじゃなくて？ SCP-63 には歯ブラシってステンレスされてるんだよね。この文字が意図的なのかは謎だそう。じゃ、施設の配置に向かいますね。この施設、かなり小さいらしいから、この辺に配置してもスペース的に問題ないはず。うわ、マジで小さいやん。はい、お邪魔します。お、これがその世界最高の歯ブラシか。そうですそうです。割と見た目は普通でしょ？そうだな。まあ強いて言えばクッソでかいことくらいか。マイクラなんだからリアルとのスケールの比較はやめてあげて。はい、じゃあ説明いきます。SCP-63 の外見は普通の明るい青色の歯ブラシで、側面に世界最高の歯ブラシとステンレスされています。この SCP-63 には、物を擦るとその物質主体また歯無機物を消失させるという性質があり、さらに使用した後の被験者はなぜか歯を磨いてないのに歯が綺麗になるらしいです。いや、なんで使用者の歯が綺麗になるんだよ。で、この物質を消滅させる性質が SCP-2207 と似ていることから財団は関係性があると見ているそうですね。財団はこの3つの SCP は関係性があると推察しているみたいですね。マイクラ内ではどうなるかわからないけど使ってみるか。いや、流れるように収容違反してんじゃねえよ。お、すげえ、マジで物質が消滅しとる。あ、ちなみに生きているモブに耳くりしても何にも起こりませんでした。ゾンビとかスケさんは死んでるようなもんだろ。あ、あと動画外でガンツに遭遇した際、銃もロストしてしまってたので家に閉じ込めてるんですよね。一番の見どころを録画外でやってんじゃねえよ。さて、ガンツくんいるかな？え？ちょっと待って、なんかいるし、なんなのこれ。怖すぎでしょ。なんだなんだ、歯ブラシの副作用か？いや、そんなはずは。あ、死んだ。なんかよくわからんけど色々デバフもらってんな。ドアの向こうに怪物、開けた時のデバフ。もしかしたら SCP-303 の、ドア男かな。と入っても断言できない上に時間もないので今回は説明とかしないんですけども。ってことで今回はここまでです。はぁ、なんか今回色々ハプニングあって疲れたな。どれも SCP-MOD ならではのハプニングで内心面白かったですけど。あれ？ゼンロスの件は SCP 関係。じゃ、バイバイ。え？はい、どうもどうも、ゆのです。なんとこのシリーズがパート40を迎えました。このチャンネルでは想像もできないような内容ですよ。今まで最高でも12話くらいだったからな。すげえ進歩だよ。これだけ続いているのも皆さんのおかげです。ありがとうございます。というわけで前回不慮の事故により貴重なアイテムをロストしてしまったわけですが、コメント欄にて、あのなくしたものが出てくる穴を使ったらええやん、と、たくさん書き込まれていました。みんな天才か？はい、ここまでテンプレ。ってことで前回絶望の淵にいましたが、今回アイテムが帰ってくるかもってことでウキウキで撮影しております。なんかそんなにうまくいく気がしないんだけどな。さあ戻ってこい私のアイテムたち。お、剣が戻ってきたぞ。さあこのまま出てこい。あれ？はい、手先を取り直して最初の SCP トークンを作っていきましょう。実は案内してさっきのカットから撮影期間が空いたのは内緒。まずはですね、空色のコンクリートパウダーと黄緑色のコンクリートパウダーを作成します。でもって水につけて空色のコンクリートと黄緑色のコンクリートの出来上がりですね。あとはこいつらをこんな感じでクラフトして、SCP-7 トークンの完成です。なんかちょっと実況がやけくそになってる気がする。あ、待って、空白の文書の作成に必要ないかすみが在庫切れしてる。面倒だけど、ちょっくら取りに行ってきますわ。確かあの辺の川にイカが泳いでたような。それで空白の文書とトークンをクラフトして、SCP-7 文書の出来上がりですね。ちなみに項目名は、腹部惑星で、オブジェクトクラスはユークリッドです。腹部惑星？名前からだとどんな SCP なのか全く想像できんな。トリマ、いつも通り収容室を掘って作成してきます。
を、いつも通り掘り進めてたらなんか施設の空間を掘り当ててしまいましたね。せっかくなので、この空間を利用して収容室を作っていきます。というわけで出来上がりました。入り口の見栄え悪すぎてびっくりした。うるさいうるさい、入り口なんてどうでもいいんですよ。ほら、室内はなんか綺麗な感じでしょ？天井低くね？めちゃめちゃ文句言ってくるじゃんこの人。あ、ちなみにこの扉の先は普通にデフォルトの施設の中に繋がってます。まあ、紹介はそんなところで、早速 SCP-7 を排出させてみましょうかね。ほい、さあ来た。SCP-7、腹部惑星ですね。名前の通り本当に腹部に惑星がついてるんだな。それ以外は、案外普通の人間だったりするのか。トリマ、詳しく調べてきました。では紹介行ってみよ。SCP-7 は、約25歳の白人男性の腹部に位置する月及び自らなる球体で、その男性は、腹部のほとんどは存在しないにもかかわらず苦痛を受けている様子はなく、食料や水を全く必要としないそうです。それどころか本人は腹部の惑星のことを、ちょっと変わった身体的特徴に過ぎないものとしか見ていないようです。で、この腹部の球体は一見地球を模していますが、地球史上のいかなる大陸域とも一致していないそうです。そしてこの球体は、独自の気象と重力を持っており、現代の地球のものに似た微生物がそこに生息しているそう。さらに2種類の知的生命体が観察されており、どちらかと接触し交信することまでは至っておらず、これらの生命体の技術水準は、なんちゃら時点では15世紀の地球と同じらしいですね。お腹に別世界の惑星が存在してるってことか。これは何か深い意味がありそうですね。はい、というわけで次の SCP トークンを作成していきます。またコンクリートパウダー作ってんのか。なんかよく使うんだよね。いちいち水につけに行くの面倒いわ。まあ、今までは拠点に一瞬でワープできる本があったからかなり楽だったよな。全ロスしたことを掘り返すような発言はやめていただけます？もうそのことは忘れた気でいたんですけど。あ、じゃあ忘れないように定期的に発言させてもらうわ。は、めちゃくちゃ性格悪くね。コンクリートと板ガラスをこんな感じでクラフトして、SCP-3092 トークンの完成です。あとはこれと空白の文書で、SCP-3092 文書の完成ですね。SCP-3092、項目名はゴリラ戦で、オブジェクトクラスはユークリッドですね。ゴリラ戦、ジョーク SCP じゃないよな。実はこれ、タイトルだけじゃなくて中身まで結構面白いんですよ。では早速収容室を掘っていきますね。ってことで掘れました。もうこの構成完全カットなのね。なんも話すことないし仕方ないね。というわけで SCP-3092、排出していきます。あれ？何も出てこない。と、思ったら手元にしっかり持ってましたわ。何これ？これは、UFO キャッチャー？そうそう、そうなんです。SCP-3092 ってのは UFO キャッチャーなんです。金を投入すれば普通に遊ぶことができるらしいので、早速遊んでいきましょう。マイクラ内での金は、多分金塊かな。よっしゃ、早速プレイしていきますか。お、なんか出た。これは、ゴリラの人形ですね。やっと項目名にもあったゴリラ要素が出てきたか。この人形、なんとですね。動きます。正直動いたところであんまり驚かないけどな。何かしら特殊な能力でもあるのか？まあそれについてはまた後ほど。よし、この収容室をゴリラで満たしてやろうじゃねえか。いや誰得なんだよその状況。はい、ってことで説明いきましょうか。SCP-3092 は、ブラックタイトイズブランドのアーケード UFO キャッチャーであり、筐体と機械部品は全て本質的に異常性を持っていません。で、この SCP-3092 は、アメリカで使用可能な効果を入れると他の UFO キャッチャーと同じように操作ができます。異常性は、操作者が中の商品を取り出し口に落とした際に発生し、この取り出し口を通った全てのぬいぐるみはゴリラのぬいぐるみに変化してしまいます。画像の例にキチクマを使うなキチクマを。で、このゴリラのぬいぐるみはそれぞれが知性を持ち、自立して動きます。そりゃまあ後ろの光景を見れば嫌ほどわかりますよ。で、なんとこのゴリラたちはゲリラ戦に関連する隠し活動に極めて熟達しているんですね。と入っても殺傷能力のある武器は一切使わず、人に被害や存在をほとんど与えません。まあ、落書きとかドアの上に水の入ったバケツを置くとか、そんな程度のことしかしないみたいです。さらにこのゴリラたちは自身から綿が飛び出ると重傷を負ったと判断して最悪死にます。まあ、死亡したゴリラに触ったり話しかけたりすると、今俺死んでるんだからちょっと黙っててくれ、って言ってくるんですけどね。ただの旗迷惑なゴリラ。はい、次は本命モッドであるロックダウンの SCP トークンを作成していきますね。今回作成するトークンはこれ、SCP-513 です。足りないアイテムは、
レンガくらいかな。粘土なんてそこら中にあるんでささっと作っちゃいます。掘って、焼いて、レンガが出来上がったので早速 SCP-513 トークンを作っていきますね。まずはレンガ5つと骨3つをこんな感じに配置して、最後にエンダーアイを添えれば SCP-513 トークンの出来上がり。なんだろうなこれ、アイコンはタケノコにしか見えないんだけど。そう言われると本当にタケノコにしか見えないわ。オブジェクトクラスはユークリッドで、項目名は、カウベル、らしいですね。カウベルか、牛の首とかにつけるやつだよな。前回のハーメルンの笛同様音に関係する SCP なんだろうな。嫌な予感しかしねえわ。よし、ここに埋め込む形で施設を配置していくぞ。頼むから見栄えいい感じに埋まってくれよ。うん、ミスったなこれ。まあいいや、お邪魔していきます。お、なかなか簡素な作りになってますね。この中にあるのが SCP-513 ですか。なんか見慣れないブロックに囲まれてるけど。なんか理由があるんでしょうね。早速入っていきますか。ああ、楽しみだな。お、これは、おっきなベルだな。いや、語彙力絶望的すぎない?じゃ、はじめに説明の方しておきましょうか。ってことでちょっくら調べてきました。では説明いってみよ。SCP-513 は一般的な錆びついたカウベルの見た目をしており、その大部分が腐食しています。この SCP-513 が出す音を聞いた全ての知性を持つ生命体は、それまでの精神状態に関わらず即座に強い不安感を覚えます。そして、被験者は見えない何かの視線を感じると報告しており、同時に心拍数と血圧が上昇します。約1時間後、扉を開く、鏡の前を通り過ぎる、振り返る、あるいはその他の急激に視覚情報の変わる行動を起こすと、被験者には SCP-513 の息の姿が見え始めます。この SCP-513 の息は、SCP-513 の音を聞いていない人物には見えないことがわかっています。そして SCP-513 息の姿は14237分おきに目撃され、この尾行行動により被験者の睡眠妨害へつながり、結果、パラノイアや過覚醒、うつを引き起こし、ある一件を除き、すべての被験者が自殺しています。はい、ということなので、私たちも早速 SCP-513 の音を聞いてみましょう。まあそうなりますよね。あ、ちなみにこの青いブロックは防音仕様のゼラチンブロックらしいですよ。はい、鳴らします。お、とても年季の入った、いいカウベルの音だな。まあ聞いたことないけど、これでしばらくしたら SCP-513 の息が見えるのかな。楽しみだな。あ、皆さん、睡眠妨害されたくないよって方は耳塞いでてくださいね。言うタイミングがなめ腐ってて草。そんな感じでしばらく時間がかかりそうなので、証人の SCP ラインナップでも確認しに行きましょうか。まあラインナップが更新されてたとしても、時間的に触れるのは次回になりそうですけどね。お、やっぱ違うわ。なんだこの生首。SCP-1123 らしいですね。次回触れていこう。取引アイテムがくり抜かれたカボチャなのが永遠の謎。さーて、こっちはどうかな?お、なんだこれ、SCP-426? アイアムトースター?すげえ面白そうだなこれ。ただ取引アイテムがパンってことでまた次回 SCP-124 の力を借りることになりそうですね。あ、ちなみにテスト石の商品は更新されてませんでした。お、なんだ?いきなり画面にモーションブラーがかかり始めたぞ。このデバフは不安、だったよな。こりゃ完全に SCP-513 の影響だな。ってことは SCP-513 の息の姿も見えるのか?どこだ?どこにいる?あ、いた。え?思ったより見た目が怖いんだけど。せっかく会えたことですし、近寄ってみましょうか。あれ?思ったより小さめなんですねこいつ。一発ぶん殴らせて。あ、消えた。まあ、出会い頭にぶん殴ってくるやつからは誰でも逃げるでしょ。また不安に襲われたので振り返ってみたところ、また奴に遭遇できました。起源の発射。まあいいや、今回はこの辺で動画も終わっとこ。というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。最近セカちゃんでもよく活動してるので、気になった方はぜひ見に行ってみてください。それじゃ、バイバイ。お疲れー。はいどうも、ゆのです。前回売店にて SCP がパン1スタックで売ってたのでパンを集めに来てます。SCP がパン1スタックで売ってたってなかなかのパワーワードだよな。いやー、それにしてもこの肥沃の土は何かと役立ってますね。やはり拠点横に移動させるべきか。はい、これでパンが1スタック作成できました。では早速売店へお買い物に向かいましょう。よしよし、購入成功ですね。そういや隣の売店でも新しい SCP が売ってたけど、買わないのか?とりあえずは保留にします。まあ、
今回の SCP 紹介を一通り終えた後動画時間が8分未満だった場合は購入しようと思うけど、相も変わらずクソめたいですね。てかさ、今回収容室を先に作っておいたんだよね。部屋を間違えました。確信犯だろ今のは。はいはい、新しい収容室はこちらですね。では早速 SCP-426 アイアムアトースターを配置していきます。一見ただのトースターだけど、こいつにはどんな異常性があるんだ？私はトースターです。は？ザッツミー。まさか、お前が自分のことをトースターだと思い込んでいたなんて。アイアムアトースター。末期じゃん。でも確実にこの SCP の影響だよなこれ。説明できるのかあいつ。こんにちは、私は SCP-426。誤解がないよう、こうして自己紹介させてもらうよ。私は僕普通のトースター。電源につないでもらえれば普通にパンを焼けるよ。だけど、どんな人間も私を紹介しようとすると、つい私を一人称で呼んでしまうんだ。いろいろ試してみたけど、書く、話すのどちらでも私を三人称で紹介する方法はまだないみたいだね。そして、私と2ヶ月以上関わった人は自分自身をトースターだと思い込むよ。そして挙句の果てにトースターとしての責務を果たそうと体にパンを詰め込んだり、自分をコンセントに刺そうとして感電死したりするよ。はい、ということなんですけども。うわ、普通に戻った。この SCP はミーム汚染、つまり情報災害を引き起こす SCP ですね。なるほどなるほど、自分のことをトースターだと思い込んでしまうミーム汚染効果があるわけだな。それに加えて、SCP-426 のことを一人称でしか説明できなくなるっていうのがあるね。ああ、だからさっきお前の口調とテロップがおかしかったのか。そういうことそういうこと、で初に言ってみよ。はい。今のカットで撮影日が1週間くらい飛んでます。いや、それはどうでもいいんだけど、なんでまたイザスケ狩りに来てんだよ。次の SCP の素材にまたしてもイザスケの頭が必要だったんです。ここまで来ると確実にトラップタワーを作った方がいい気がするんだけど。いやー、後でやろう後でやろうって考えた結果今に至るよね。あとこのイザスケ狩りの最中は様子で見てたんで音声消してあります。ご了承ください。イザスケの頭ゲット、録画外でも集めてたのでこれで今回の目標である3つ目です。3つ？ってことはまたイザーでも倒すのか？そういうことそういうこと。ま、ささっと終わらせて SCP 紹介に移りますよ。と、その前に装備、武器強化のために鉱石集めに来てます。そうだよな、全ロスしたアイテムの中にダイヤフルとかミニガンとかあったんだもんな。あ、また全ロスのことを掘り返しましたね。なえました。作業効率が 20% 低下します。めんどくせえやつだなお前。デハダイヤを採掘したシーンのみダイジェストでどうぞ。よし、このくらいでいいかな。ダイヤフルとミニガンを作成しても余裕で余っちゃう程度には取れました。ダイヤ運だけはいいんだよなこいつ。というわけでたくさんの資材を持ち帰ったので、ウィザー討伐のための準備を進めてきました。お前がミニガン持ってるのなんか不安なんだよな。どういうことですか？なんていうか、ストレス解消って名目で笑いながら家畜撃ち殺してそう。あはははは、まさか、ねえ？曖昧な返答やめろって。では、ウィザー討伐の前に SCP-6 の恩恵をもらいに行きましょう。って、あれ？あいつは確か、前回カウベルの影響で現れた SCP-513 の1だな。あのベルを鳴らしたことにより、あいつと共に生きていかなくちゃいけなくなったのか。てやべえこれガン尽きてるわ。一旦距離を取ってミニガンで蜂の巣にしてやります。昔はお前にやられまくったけどよ。資材のある今は違うんだ。現代兵器の力を思い知れ。あ、気持ちいい。ガンツに無慈悲に殺されるのがこのシリーズの醍醐味だったのに。仕方ないじゃないですか。知性のより高い生物が最終的に力を持つのです。なんか言い回しうぜえな。それで箱のまま SCP-6 のところに向かいますか。あ、やっぱ消えるんだねこいつ。まあ消えるってか別の場所に移動真後ろにいたわ。いや普通に怖いんですけど、やめていただけますかね。ってことで SCP-6 の恩恵も授かってきたので、ウィザー戦闘行きましょうか。まあ一方的にボコスだけで何の面白みもないんだけどな。いやいや、戦ってみないとわからないじゃないですか。未来なんて誰にもわからない。はい、というわけで目的の SCP を作成していこうと思います。素材はダイヤ4つに革4つ、先ほど激闘の末入手したネザースターを添えます。で、SCP-239 トークンの完成です。あとは空白の文書とクラフとして SCP-239 文書の出来上がりですね。ちなみに項目名は小さな魔女で、オブジェクトクラスはケテルです。小さな魔女？なんか私でも聞いたことあるぞ。そうですね。超強力な能力を持つ幼女ってことで割と名の知れた SCP だと思います。で、果て早く収容室を作成していきましょうか。
ってかさ、もうすぐ夏休みじゃん。言うてまだ1ヶ月くらい先だと思うけどな。その期間なんか面白い企画できないかなってずっと考えてるんだよね。でもあれだろ、某ウイルスの影響で普段よりみんな夏休みが短くなってんだろ。そうなんだよね。コメントとかで企画募ろうと思ったけど今年の夏休みシリーズ企画はパスかな。まあやるとしても単発とかそんなとこだろうな。くそ、夏休みってのは安定した再生数が手に入る動画投稿者にとって夢のような期間なのに。それは口に出さないお約束。はい、というわけで収容室が完成しました。それでハキンパツロリッコ魔女監禁していきたいと思います。堂々と犯罪宣言してんじゃねえよ。入ったー。テンション高すぎない？いやー、最強能力者の金髪ロリッコとか興奮しない人いないでしょ。で、一体その能力ってのは何なんだ？仮にモケてるなんだし世界を脅かすような能力なんだろ。確かに桁違いの反則級能力ではあるね。紹介の前にもう少し幼女と触れ合ってみます。おいバカ、モザイクかけてんじゃねえ。じゃ、ちょっと右クリックしてみますか。これはどういうことだ？今、SCP-239 は、64個クッキーが欲しいって願ったわけです。そして私の手元には望み通り64個のクッキーが。これで、この幼女の能力は理解できるね。クッキーを自在に生成できる能力？は？SCP-239 は8歳の幼女で、金髪で灰緑色の影がちらついた瞳をしています。彼女からは未知の放射能が発生しており、低濃度では特になんともないけど、高濃度であった場合は素粒子レベルまで分解してしまうそうです。これだけだとただの放射能を出す幼女なんですが、ただの放射能を出す幼女ってすげえパワーワードだな。実はこの幼女、自分が思う通りに世界を作り変えるという現実改変能力を持っているんです。つまり、望むことが全て現実になると。そうそう、この人と仲良くなりたいって思ったら仲良くなれるし、この人邪魔って思ったらその人は消え去ることになるよ。そして恐ろしいのがこの能力が無意識に発動する上、SCP-239 は8歳の幼女。つまりこの能力をコントロールすることが難しいんです。なので財団は彼女に、君は魔女だ、そして、教えられた魔法しか使えないと思わせることで、彼女の能力をある程度限定的に行使できるようにしたんですね。てかそうか、SCP-239 自体は自分の能力に気づいてないのか。まあ気づかれたら世界すべてを自分のものにできるようなものですからね。で、話を戻すけど、さっきの魔女と思わせる方法で SCP-239 をありとうまく収容できていたんですよ。できていた？なんで過去形なんだ？実は、ある事件がきっかけで全ては変わってしまったんです。ってことでその事件が気になるよって方は財団ページをご覧ください。あ、投げた。はい、というわけでお次はですね、ロックダウンの SCP トークンを作成していきたいと思います。ってことでまずは素材となるエンダーアイを作成していきます。で、そのエンダーアイをこんな感じで並べて余った場所に腐肉を配置すれば、SCP-966 トークンの出来上がりです。SCP-966、どっかで触れたことなかったっけ？確かこのシリーズのパート2とかその辺で一度であった気がする。ああ、確か一番最初に入った施設の通路で接触してたな。まあ、あの時は今と実況スタイルも違って詳しく説明できなかったので、今回で詳しく触れていきたいと思いますよ。ってことで SCP-966、項目名は眠りを殺す者たちでオブジェクトクラスはユークリッドですね。では早速施設の配置場所を探してきました。どこに配置する気だよ。割と大きい施設っぽいので拠点下の湖に配置します。ほい、入った。おお、確かに最近の施設と比べると結構でかいな。私も完全初見なので楽しみです。では、お邪魔します。はい、戻ってレベル3のキーカードを作ってきました。いつもは開かなかったらすぐ扉破壊するのに、珍しいな。お、早速扉がありますが。これは多分収容室に直通してますね。一旦パスで。で、こっちの部屋は。ああ、なるほど、監視部屋ね。理解理解。ってあれ？誰もいなくね？確か、昔で会った時も姿が見えなかったような。何かすれば姿が見えるようになったりしそうだけど。あ、確実にこれじゃん。うわ、おるおる。なんかすげえ気持ち悪い見た目してんな。じゃ、収容室に行ってみようか。あれ、収容室だと思ったけどまだ通路あったわ。とりあえず階段登ってみるか。ここは？お、なんかまた SCP-966 を見下ろせる場所に出ましたね。てかなんかチャットログに耳鳴りがするって出てるぞ。それとともになんかデバフがつきましたね。ではあまり時間もないことですし紹介行ってみようか。
SCP-966 はハゲていてつま先立ちで歩く人間に似た捕食性の生物で、手には最長で20センチにもなる5本のカギ爪が生えています。ですがそのカギ爪は非常にもろく戦闘には適していないとのこと。そして肉眼では確認できない、不可視能力を持ちます。で、SCP-966 は人間や動物を捕食するんですけど、カギ爪はもろく、戦闘向きではないため、獲物に睡眠機能を奪う特殊な波長を放出し、完全に獲物の睡眠機能を奪い、獲物が睡眠不足で肉体的にも精神的にも衰弱したところで、姿を消して後をつけていた SCP-966 が弱った獲物を捕食するんですね。ってことは、目をつけられてるお前も眠れなくなってるんだろうな。いやー、大丈夫でしょ。近づいてすらないですし。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価、セカンドチャンネルの登録と Twitter のフォローもよろしくです。バイバイ。てかささっきより大量のデバフついてね。まあいいや、おつー。はいどうも、ゆのです。今回も元気に SCP 収容施設建設物語、やっていきますよ。ってなんだ、ベスト石から手紙が。この距離を手紙でやり取りするのか。うわ、めちゃめちゃおしゃれな手紙でびっくりした。なになに？お前らがいつ世界を破壊するかわからないから、来るべき日に備えて財団の最終兵器を入荷しておいた。これを使えばどんな世界の終焉にも対応することができるぞ。財団の最終兵器ってことは、オブジェクトクラスターミエルの SCP？ オブジェクトクラスターミエル？今まで聞いたことないが。とりあえずテスト石の元へと向かいましょうか。さあ見せてみろ、一体何を入荷したんだ。一体何なんだこの光り輝く SCP 文書は。てか交換素材が心臓で草なんだけど。また私の心臓を捧げろというのか。これは、SCP-2000、デウスエクスマキナ。日本では、機械仕掛けの神の名で知られるターミエルの代名詞とも言える究極の SCP。これが手に入るなら私の命の一つや二つなんて安いものです。ふふふ。過去一狂気じみたものを感じるんですが。さあ心臓を持ってきたぞ。こんなものでいいならこれからでもいくらでも持ってきてやるからな。もうどういう生き物なのお前。ふふふ、私は限りなく完璧に近いぜ。ってことで SCP-2000 は超巨大地下施設なんですけど、天空に施設を配置していこうと思います。天空に地下施設を配置するという矛盾。まあ、見栄えのためだから仕方ないね。よし、この浮島に施設を配置していこうかな。いいじゃんいいじゃん、今までの施設全部見下ろせるし最終兵器と呼ぶにふさわしい感じ。よし、それじゃあここに SCP-2000。機械仕掛けの紙を配置するぞ。さーて、どんな感じなのかな、楽しみだな。原作に基づくなら超巨大な施設が出来上がるはずだけど、さすがにマイクラでそこまで再現はできてないはず。え、そんな巨大なの？では行きます。いでよ、SCP-2000。お、来た。ちょっと登って全体像を見ていきましょう。パッと見こじんまりしてるけど、地下施設っていうくらいだから下に空間でもあるのかな。とりあえず、施設の入り口まで行ってみますか。うわぁ、めっちゃ怖ぇ。マイクラなのにめっちゃヒヤヒヤする。落下死の申し子なんだからエリトラくらいしっかり装備しとけよ。ひえ、魂死んしたわ。だからお前その発言物議を醸すからやめろって。ってことで一応成功法で入り口まで来ましたが、カードキーとかはない感じですね。では、早速扉をぶっ壊して侵入していきます。はい、いつもの。ってことで早速こちらの SCP-2000 内部に侵入していきたいと思います。もちろん入り口はレベル5のセキュリティクリアランスが必要なのでぶち壊して侵入していきます。私はもう突っ込まないことに決めた。おお、内部はこんな風になってんのか。めっちゃ無造作にチェストが置いてあるけどこれは一体？まあ、SCP-2000 ってのは人が生活可能な大型施設ですからね。倉庫みたいなもんでしょ。ますますこの施設が何なのか気になるな。まあまあ、施設を見終えたら解説してくから待ちなされ。この看板は、When the world begins, before into shambles, and everything starts, this shelter is the safest place on earth. Welcome to Deus Ex Machina. ということらしいですね。ガバガバ発音とガバガバ英訳でほとんど頭に入ってこなかったけど、人を守るシェルターってことだけは分かった。まあ、そんなとこ。実際は規模が桁違いだけど、取り巻きかに行く前にこの部屋行くか。オールジェンダーバスルームって書いてあったな。ってことは男女関係なく使える風呂か。ひらめいた。追い重ねてくるなよ、言わせろよ。お前はもう一生ひらめかせねえ。ってことでようやく扉にたどり着きました。おっと、意味深なアンチハザードスーツが置いてありますね。トリマ、奥へと進んでいきます。と、ここでまたしてレベル5カードキー必須扉が。まあ私には関係ないんですけど。さて、なんか色々部屋があるみたいなので、ささっと見ていきますね。まずはこちらのストレージルームから、倉庫ですね。特に何もなさそう。
次行きましょう。次。はい、お次は上の階にもあった男女共用のバスルームですね。相も変わらずすげえ質素です。こんな閉鎖的な空間にいたらおかしくなりそうだな。まあ、実際の SCP-2000 内部は快適らしいですけどね。次は、この部屋かな。リビングクォーターズ。居住区だな。うわ、せっま。ベッドの間に仕切りすらないし、プライベートはないも同然ですね。まるで刑務所だ。てかやばいですよ。もう動画時間が4分超えちゃってる。ちょっと巻きます。はい、次、キッチンですね。本当に人が生活するのに必要な設備が整ってるんだな。実際には約1万人の人が当分生活できるようになってるみたいですからね。もはやシェルターってより地下帝国。よし、じゃあ次ですね。あれ、でも道なくない？はい、そうです。ここでおしまいです。え？とりまこれ読みます。J ブーストラクチャーブロックリミテーションズ You can continue to build upon。これ意味がよくわからないんですが、この先の構造がまだ完成してないよって解釈で OK？ それか SCP-2000 が現在壊れて使用不能なことに対してのメッセージ？え、なに？壊れてんの？まあ、それは説明の時触れるね。ねえねえマリサ、ちょっと見てて。なに？さっさと説明してほしいんだけど。ってなんでコマンドで自殺しようとしてんだよ。ん？どういうこと？なんとですね、この施設にいる限り死なないんです。へえ、便利じゃん。ここに拠点移そうぜ。それはありよりのあり。で、出たー。昔の PVP サバで良くなってたわこれ。リログしないと治んないよねこれ。でもこのワールド入るのって5分以上かかるし。このままでいっか。ちょっと待て、なんでこのワールドに入るのにゴブも使うんだよ。いや、なんかこのワールド死ぬほど重くて。パソコンが爆音立てて落ちることもちらほら。末期じゃん。もしかしたら新しいワールドでシリーズ再開するかもね。その時はご了承願う。てかこのブロック壊せないんですね。こりゃ最強の地下施設だ。では、遅くなりましたが、こちらの SCP の解説の方やっていきますね。あ、その前にオブジェクトクラスタウミエルについてちょっとだけ。タウミエルってのはハンケテルとしても知られており、その名の通り、ケテルのような強力なオブジェクトクラスの相手に対して、それを無効化できる力を持つ。いわば財団の最終兵器、それがタウミエルクラスの SCP なんですね。これを踏まえて SCP の説明いきます。SCP-2000 は、イエローストーン国立公園の地下に建てられた財団の地下施設で、人類の滅亡に対抗するための施設として元来カコーンキャラ年以内に建造されたとされています。SCP-2000 が持つ能力は世界の再構築であり、人類が危機的状況に陥った時に発動が可能です。能力が発動すると、1日1万人の一般的な人間を生み出し、5日で任意の年齢に成長させ、データベースに保存された遺伝子情報をもとに存在しうる全ての個人を複製することが可能なんですね。つまり、この動画を見ている視聴者さんと全く同じ知識、記憶、精神を持つクローンを5日で作れるということです。そしてそのクローンたちは、貯蔵された資材類によって人類の手で文明を再建させます。結果、人類の終焉によって文明が崩壊しても、再び全てを生み出すことで、実質的に終焉を回避する。ってことですね。ちなみに世界の再建が完了した際は記憶処理剤が撒かれ、人々はこれまでの記憶を忘れ、普通の生活に戻ります。ただ、この SCP は現在故障中です。なんで？人類とは異なる存在を1000万体以上生産するという異常が発生したため、修理中とのことなんです。え、ってことはその修復作業中に世界終焉シナリオでも発生したら。ああ、もうその時はさよならバイバイですね。はい、というわけで次の SCP なんですが、ちょっと前に入荷していたこの商人の SCP を購入していきたいと思います。素材はカボチャね。確か拠点にあったはず。ってことでカボチャを持ってきたんで購入します。ってコレスケさんの頭にしか見えないけど、何なんだろうな。とりあえず、いつも通り収容室を作成していきますか。とりま、今回は押してるのでカットで。ってことで収容室が完成したので早速 SCP-1123 を配置していきたいと思います。ほい、これは、多分頭蓋骨ですよね。取り巻き通って何も起きないみたいなので、右クリックしてみましょうか。お、これは、ディメンション移動系か。果たして、どんな世界に飛ばされるのでしょうか。あの頭蓋骨から察するに6でもない世界ってことだけは確かだけどな。あ、あれ？ディメンションの読み込み遅くない？まあ待つけど。久しぶりに大胆したわ。いや、それは草。よしよし、次は問題なくディメンションに入れましたね。ふう、押すやめてせっかく大胆しなくなったのに。今のはちょっと頭に来てしまった。自制しなきゃ。徐々に本性を表してきたね。それはさておき、この世界は一体？なんかめちゃめちゃスティーブがいるよな。少しだけ不気味な感じもしますね。
では、ちょっとこの SCP について調べてきますか。SCP-1123 は化学骨とすべての歯が欠損した人の頭蓋骨で、前頭輪の表面に、人の血を用いて、現代クメール文字で思い出せと書かれています。このクメール文字は痛みが激しく、多くの被験者は5メートルも離れれば死認できなくなります。しかし、被験者が SCP-1123 に接近すると、文字はだんだんと明瞭になり、1メートル以内になると、書かれている文字がまだ湿っているように見えると報告します。そしてこの距離まで接近した被験者は多くの場合、異常な感覚を訴え始め、被験者が SCP-1123 の表面に触れると、分裂症的な多重人格状態になります。この多重人格状態は突発的に発生し、この症状が収まった被験者には、被験者がこれまで認知していない、言語や知識で構成される記憶を持っていたことがわかっています。そしてこの状態を、誰か一人の人間がいろんな人間として生きてきたようだ、と表現するそうです。なるほどな、多重人格を引き起こすってよりかは別の誰かの人格が乗り移るって言った方がいいかもな。しかもこの記憶を探ってみると、ほとんどの場合が、国家ぐるみの大量虐殺の被害者の記憶なんです。そして SCP-1123 の表面には、思い出せという文字。私たちは、この歴史を忘れてはいけないんでしょうね。というわけで解釈混じりで説明しましたが。これどうやって変えるの？あ。って、なんだ。急に眠く。おいまさかお前。夢か。何でも夢落ちにすればいいってもんじゃねえからな。最近ケルト音楽をかければ安眠できることに気がつきました。どうもユノです。ああ、あの西ヨーロッパのケルト人たちの民族音楽から発展継承されていったとされる音楽のことだな。詳しすぎてドン引きなんだけど。まあそんなことは置いておいて今回も SCP 収容施設建設物語をやっていきますよ。で、今回もなんですけど奴から手紙が来てます。これから恒例用事とか好きがする。何？今回もかなりヤバいやつを入荷しておいたぞ。ただ交換素材は前みたいに生ぬるくないから覚悟しとけ。相変わらず語彙力ねえ指示も汚ねえな。ってちょっと待って、交換素材は前みたいに生ぬるくないってさ、私心臓を捧げた気がするんだけど。お前が心臓を軽視した発言するからだろ。まあ、そうなんだけど、取りま確認しに行きますかね。あ、そういえばインベントリプリークスを導入しました。逆になぜ今まで導入しなかったのか。いやマジでそれ、なんで導入しなかったんでしょうね。さーて、何が売ってんのかな。これは ?SCP-1? ザ・ゲートガーディアン。これはまたとんでもないものを。SCP-1 って昔の動画で触れなかった？まあ、あれは本当に触りだけだったからね。今回は少し踏み込んで説明するつもり。で、素材となるこっち脳のみたいなのは何なんですかね。先行脳の？なんだこれ。それはな、アルボスを倒さないと入手できないアイテムだ。うわ喋った。で、そのボスはどこにいるんですかね？そうだな、説明めんどくせえし、あの YouTuber がよくやるジャンプしてテレポートするやつで連れてってやるわ。いろいろ雑だなおい、大丈夫かこれ。まあ準備ができたら話しかけてくれ。準備か、まあいらないっしょ。ダイヤフルだしミニガン持ってるし、まず負ける未来が見えないっすわ。その発言が負ける未来を濃厚にしてるの気づいて。って、お前、SCP-6 の恩恵は授からないのかよ。いらないいらない、あれは甘え。よしよし、一応食料だけ持ってきましたわ。もはや遠足気分。まあそのボスとやらはミニガンで蜂の巣にしてやりますわ。あ、一応言っとくと銃弾多分ほぼ効かないよ。うるせえ、行こう。今結構重要なこと言ってたけど大丈夫か本当に。ほんじゃ、ジャンプしてや。お、来た来た。さーて、瞬殺して帰宅しますか。で、ボスはどこにいるんだろうなこれ。むむ、こっちから異様なオーラが。ちょっと待って、これめちゃめちゃ強そうなんだけど。でも、動く気配なさそうだな。死んでる？結局はあれでしょ？こいつの脳をもらえばいいだけでしょ？寝てるみたいだしそっとトンズラさせてもらおうかな。おいさっきまでの異性はどうした？おー。来るなら来やがれ。うわー起きたー。でもよく見たらこいつ体力めっちゃ少ないよな。うわ、なんだ今の。トリマミニガンでも食らえ。あれ？背中のあれが弱点かなとか思ったけどダメージとんないな。ここは剣でいくか。はい、効かないですね。まあ、大体こういう敵は攻撃後の隙を叩けばダメージが通るのがセオリーだよな。なるほど。さあ来い。通らねえ。見た感じもっと隙が生まれる攻撃とかありそうだけど。これか。お、この隙に背中を殴ったらダメージが通りましたね。ただ連続でダメージを入れることができないみたいだな。く、地道に削っていくしかないのか。いや、痛すぎ痛すぎ。なんだこいつ。仮にも私はダイヤフルで防御力延長もそこそこついてるんだぞ。
こりゃ体力が十分にある時以外は近づかない方がいいな。いってー、やばい、普通に負けちゃう。ぐはは、攻撃パターン変えてきやがったぞこいつ。さっきまで大振り1回だったのが2回になってんな。くっそ、でも動き遅いからしっかり回復していけば確実に勝つる。オッケー、討伐完了。パターン掴んだらイージーゲームだったな。いやまさかこの実況でこんな強敵と戦うことになるなんて。あれ、依頼の斧と、なんかもう5つ落ちてんな。なるほど、壊れない頭防具ね。てかこっちの斧気になるな、使ってみるか。すげえいかつい。この斧を体幹ぶら下げ片手で振り切る力、私最強じゃね。心臓もめっちゃあるし。うわ、すげえ、ボスがやってきた、攻撃できるじゃん。あ、おもろ、これ。ってことでクエストクリアで斧持ってきたんで、交換させていただきますね。威勢が良かった割に随分時間がかかったな。苦戦でもしてたか？いや、ボスは瞬殺して英雄の神殿周回してました。しょうもねえ嘘ついてんじゃねえぞ。まあどっちでもいいけど、その SCP は広い場所に配置しないと広い。いや話最後まで聞いてやれよ。よし、拠点からそこそこ離れた森までやってきました。ではここにゲートガーディアンを召喚していきましょう。あ、これやったな。ちょっとでも近づいたら死ぬやつっぽいなこれ。完全にやったなこれ。ご愁傷様です。おお、でけえな、なんだこいつ、うわこっち向いた。これまた強キャラ感すげえな。でもちょっとそこどいてほしいんすよねー。またアイテムロスっちゃうのは勘弁なんですわ。はーい、目の前通りますよ。私は虫です、虫キャラです。どうか見逃してください。あ、割と回収できそうかも。ち、ここで回収できねえ方が動画的に面白いのに。まあ最悪ここでロスってもあの穴を使えば取り戻せるんで。てかこれ全部回収でき。回収できたアイテム避難させてゾン突すればいいのに。くそー、こうなったらミニガンでぶっ殺してやる。いやいや、そんな攻撃が効くわけ。すみません、夢でした。前回に引き続き夢落ちらんようやめろや。で箱の SCP の紹介の方行ってみましょうか。あ、その前に SCP-1 ってのは他の SCP とは違い結構特殊なものなので、ちょっと説明したかったんですが、時間の都合上尺がこれ以上取れないので、ちょっくらググってもらえると助かります。まあすげえ簡潔に言うと、SCP-1 は真実を覆い隠すための無数の報告書の集まりであり、この報告書の中に SCP-1 の正体があるのか、そもそも SCP-1 が存在するかどうか自体わかっていないという結構曖昧な代物です。というわけで今回紹介するのはそのたくさんある報告書のうちの一つです。ではどうぞ。SCP-1 は燃え盛る4枚の翼を持つ全長320メートルの巨大な人型実体で、太陽に匹敵する温度の武器を持ち、半径 1km 以内に近づいたものは即座に切られ消滅します。そして SCP-1 に身をさらした人間は、頭の中で抗えない命令を発する声が聞こえるそう。今のこの SCP 財団も創設者に SCP-1 が備えよと命令したことでできたものだそうですね。そして SCP-1 は巨大な門の前に立っているように見えると報告されており、その門の内部には時折、牧歌的な庭園や巨大な2本の果樹が確認されています。これらの記述から SCP-1 は旧約聖書の創世記から遺伝の園を守っている天使であることが暗示されており、同じく旧約聖書に登場するカインとアベルをこの SCP-1 に近づけようとしたところ、アベルは近づくことを拒み、カインは近づく途中で苦しみ出しこの実験は中止されています。そして財団は未来からの電信を受信し、そこには警鐘を暗示させるような内容が含まれていたそうです。はい、SCP-1、クレフ博士の提言はこんな感じでした。てか他の店員の商品は更新されてないのかな？おっと、これは？どっからどう見てもテレビ取り込んだよな。なるほどなるほど、娯楽を提供してくれるわけですね。いやー、普通に嫌な予感しかしねえけどな。素材は鉄とレッドストーンね。ちょっくら持ってきますか？持ってきました。てかよくお言うならテレビより PC があった方がかなり有意義に過ごせるのに。まあ、アニメと映画が見れれば永遠に時間潰せるからいいけど。いやそもそもテレビ繋がらんだろ。は？夢のないこと言うなよ。信じればなんだって見えてくるんだよ。あ、はい。よーし、今日は B 級ホラー映画を見るぞ。はい、スイッチオン。あれ、なんだこのピエロ。うわぁ、めちゃめちゃデバフもらってるし確実に SCP じゃんこれ。くそー、あの店員騙しやがったな。こんなもん売りつけやがって。店員とバッチリでくさ。で、一体これはどういった SCP なんでしょうね。ちょっくら調べてきますわ。調べてきましたわ。
どうやらこいつは SCP-993 みたいですね。では説明いってみよ。SCP-993 は、ピエロのボブルという名前で1900うんちゃら年のうんちゃらがつうんちゃら日に放映が始まった子供向け番組で、ボブルというピエロのキャラクターが新しい技術や活動を教える、教育アニメの形式みたいですね。この番組は他に出演者はいないようです。この番組を10歳以上の人が鑑賞すると、頭痛に襲われ番組終了まで意識を失います。10歳未満の子供が視聴すると、人食い、殺人、拷問、削除済みといった活動を擁護し、その方法を教えてくれます。これらの映像は心にトラウマを残し、繰り返し視聴すると永続的な精神病、統合失調症の症状になることがあります。エピソードごとに内容が違うみたいなんで気になる方は財団ページを見てみてね。はい、というわけで、お次はロックダウンの SCP を作成していきますね。で、今回作るのはこの SCP トークンなんですが、黒色の羊毛が足りないんだよね。SCP-914 を使えば他の羊毛から変換できそうだけど。ああ、確かにできたはずですわそれ。あ、てかやべ、このまま行くと今回の動画クソ長くなりそうだから一気に巻きます。ほい。はい。はい。ほい。はい。お邪魔します。予想の100倍巻いてて草。さーて、ロックダウン本家の SCP ってことで楽しみだな。クオリティが保証されてるからな。お、この羊が SCP-594 あれなんか植えてね。ほんまや。とりあえず棚にあったキャンディー持って近づいてみますか。あれ、なんかこっち来てんな。もしかして攻撃的だ。うわあ。なんだこいつ、予想斜め上の攻撃をしてきやがった。ほらほら、キャンディーでも食べて落ち着いて。あれ本当に落ち着いたんだけど。ああ、だからキャンディーが棚に置いてあったのか。てか急に浮き始めるの地悪な。はい、というわけで説明。SCP-594 は野生のアルガリ羊に類似している、未知の種の羊の群れで、体の角及び蹄、羊毛には異常に高い密度で鉄合金が凝縮されているそうですね。でこの羊は、日周活動中の摩擦によって相当量の静電気を生み出すことができ、この結果として生じた電荷は無作為に放出されるそうで、過去には1000アンペア以上を記録したとのこと。そしてこの羊は、縄張り意識が強く本質的に非常に攻撃的ですが、タバコやキャンデーを与えることで懐柔することが可能だそうですね。へぇ、で、なんでさっきこいつら浮いてたの？どうやら磁場と電気を扱って空中散歩を行うそうですね。子供なんかは空中散歩に不慣れなため、転落事故の原因ともなるとのそうですね。あと、こいつのに。ってことで今回はここまでです。というわけでチャンネル登録高評価、Twitter のフォローとセカンドチャンネルの登録もよろしくです。ではバイバイ。バイバイ。はいはいどうも、ゆのです。今回も SCP 収容施設建設物語、やっていきます。てか久しぶりに投稿ペースが空いちゃったんですけど、もうじきいつものペースに戻りますのでご安心を。いつものペースか。夏休みにも入るんだし毎日投稿してもいいんじゃないのか？現状維持は対価の始まりだぞ。毎日投稿はかなりきついんだけど人間やらなきゃいけない状況になったら意外とできるからな。まあ、あいつ次第ですね。というわけで本日の入荷状況を見ていきましょうか。あれ、サボってる？まあいいや、こっちのアレックスはなんか入荷してるかな。おう、これは、スプーンかな？ SCP-463、あ、スプーンザットベンズピープル。直訳で人を曲げるスプーンですね。まあ、うん、そうなるだろうなとは思ってた。スプーンを曲げる芸当はよく見ますけど、それの立場楽天バージョンですかね。早速購入しましょう。よしよし、持ってきたぞ。んじゃ、購入します。嫌な予感しかしないんですけども。では、早速どうやらあのスプーンは持ったらいけないのかな？インベントリに入れてるだけなら死なないっぽいし。はい、というわけで調べてきたので紹介していきます。SCP-463 は長さ約 17.5cm、重さ約 153g の小さい銀製のスプーンで、人がその手に持った際に異常性を発揮します。この SCP-463 を手に保持したあらゆる個人は、その第6胸椎の直下で脊椎を後方に90度屈曲させられます。半身の全麻痺のみで生存した被験者もいるそうですが、この屈曲は多くの場合致命的な結果となります。これで生き残った猛者がいんのか。この効果は手に手袋、ミトンなどの保護具を装着しているか否かに影響されず、SCP-463 の唯一の明らかな起動要件は、被験者が対象をしっかりと掴んでいるか否かだそうですね。つまり、指の端でつまむなど、非常に弱く保持しただけの被験者は影響を受けないとのこと。たとえそうであろうとも絶対に触れたくない代物だな。よし、次は一番奥のスティーブの商品を見てみるか。おっとっと、これは、注射器ですかね。感染系の SCP じゃないですか。で、素材は血のシリンジですか。んじゃ、採血頑張って。
一体私はこの実況でどれだけの臓器と血液を捧げなければいけないんだろうかと、まあ採血しようと思ったんですが、エッセンスを使用する別の SCP を先に作らせてください。素材は砂3つにアノニマスエッセンス2つ、水バケツに金塊で、 SCP-3375 タビスルチンアナゴの完成です。タビスルチンアナゴ、癒し枠であってほしいけど。まあ、なんてったってチンアナゴですからね。あの水族館の人気者ですよ。 SCP だとしても危険なはずがないじゃないですか。全く信用できないんで、そういうのやめてもらっていいっすか。いやー、チンアナゴか。いつでも見えるとこに配置したいけどスペースないからな。どこに配置すっか。マジでいろいろ悩んだけどここでいいや。んじゃ、早速配置します。おお、すげー、チンアナゴや。いや、ニャッキにしか見えないんだけど。おお、いっぱいおる、いっぱいおる。この水に飛び込んだら食い漁られるとかそんなんだろ、どうせ。あれ、マジで何も起きないですね。今んとこ何の異常性もないただのチンアナゴだよな。確かにちょっとよくわかんないので調べてきますわ。ってことで調べてきました。はい、こちら SCP-3375 は北アメリカ及びヨーロッパ大陸にある公営水族館での自発的出現が観察されている。異常なチンアナゴの一段を指し、個体の外見は通常のチンアナゴと同様だそう。 SCP-3375 は通常のチンアナゴが好む環境とは別の場所に顔を出し餌を食べます。ちなみに10分間餌が食べられなかった場合は巣穴に帰っていくとのこと。そして餌を食べ終えると30秒から60秒巣に戻り、1枚のシブロス貨幣を口に加えて再出現します。その後貨幣を砂の上に置くと自身が出現した巣穴へと帰っていきます。で、ごく稀に餌を食べた複数の SCP-3375 個体が貨幣を積み上げ、ある文言を書き記すことがあるそうで、その文言はペルシア語で書かれており、翻訳したところ、ありがとうと書かれていることがわかりました。おい、めちゃくちゃ可愛いやつじゃねえかよこれ。というわけで、こいつを使えば一攫千金狙えるのではという天才的発想のもと、先ほどから監視しております。めちゃくちゃ性格悪いこと言いながら水槽にゴミ投げ入れてんじゃねえよ。ってことで話を戻して、あの商人から注射器を購入しようと思います。だからその言い方勘違いされるって。確かガラスと石灰をこう並べてシリンジを作って、あとはこれを自らぶっ刺して木のシリンジを作るんだったよね。あえてただの採血なのにこんだけダメージ食らうのやばいよな。それで箱を入れします。あ、ちなみにこれは SCP-16 でオブジェクトクラス分けてる項目名は有感覚微生物だそうですね。あ、やっぱケテルなのね。で、もちろん被験体はお前なんだよな。もちろんもちろん、自分の体がどうなるのか楽しみで楽しみでたまらねえぜ。この考え、もはや狂気の沙汰である。そういえば、もう8月ですね。夏休み企画もいくつかやろうと思ってたのですが、編集のモチベが湧かず、撮影すらできていない状況です。ああ、毎月恒例のモチベ低下ね。まあ、今年の夏休みはみんな外出しづらくて暇だろうし投稿頑張りますよ。じゃ、今月は毎日投稿ということで。やめてください、死んでしまいます。ってことで収容室が完成しました。いやー、毎回この作業は尺が稼げて助かりますね。だから言っちゃいけないやつだってそれ。それでは早速この注射器を体にぶち込んでいく。やっての出てきたけど、誰こいつ。てか大丈夫かこれ、こいつが敵対モブだったら結構アイテム拾うの難しいぞ。いや、私から生まれた怪物ですし、さすがに敵対はしないんじゃないかな。いや、この後ろ姿見ればわかるだろ、絶対敵対モブじゃん。わかりましたわかりました。じゃあ敵対モブだということを考慮して水バケツを持っていきましょう。なるほどな、水流で敵の動きを制御してアイテムを回収すんのね。まあ、私は敵対してこないと信じてますけど、まずは一瞬だけ開けて水を配置します。あれ？てかあいついなかったくね？え、マジ？まさかの瞬間移動能力めちゃめちゃいらっしゃいますやん。うわってかカオキも。なんかよく見たらエラみたいなの生えてるんですがそれは。魚人にでもなる薬だったんですかね？てうわ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 、めっちゃ近づいてくるし。ほんとに気持ち悪いなこいつ。人を見た目で判断しちゃいけないと思います。いやこいつのどこが人やねん。てやべ、アイテム一つ回収できてない。あーでも奴が近すぎて怖い。一回攻撃受けてみればええやん。やだよ、確実にワンパンされるじゃん。あ、待って焦ってカードキー捨てちゃった。奴が来る。早く開けなくては。おお、未だ逃げるぞー。しまったー。うわー、ほんとに生理的に無理。いや理論上は可能です。おいその開始機能ツイッターで見たぞ。あ、ツイッターといえばこちらのアカウント、フォローするだけで幸せになれん。というわけでこちらの SCP について調べてきたので、紹介いってみましょう。SCP-16 は、なんちゃらなんちゃらの炭鉱深部で労働中に怪我をした甲府から回収された血液感染性の病原体で、この病原体がアウトブレイクした際は、感染した職員を直ちに処分し、感染を48時間以内に収束できない場合は、施設内各装置を起爆し、職員の退避は禁止されているそう。
うおお、なんかこれ題材にして映画とか作れそうだな。SCP-16 に感染した際の初期症状は、普通の風邪と似ており、目の痛みや鈍痛などの症状を含むそうですね。この初期症状で SCP-16 に感染してると疑うのは難しいな。そして、第2段階は48時間以内に始まり、控えめな形態の出血熱が引き起こされるそうですね。第3段階では、宿主は致死性大量出血、つまり全ての人体開口部から激しい出血をします。そして最終段階では、宿主は血を吹き出して5メートル以上もの距離を飛ぶ射出物と観察されました。居合口。そして、普通の出血熱との一番の違いは、高ストレスへの得意な反応で、被験者を高ストレス環境に置くと、微生物は DNA レトロウイルスへと変異し、生存戦略を高速繁殖から宿主 DNA の書き換え及び細胞分裂の高速から液に変更します。ごめんちょっと何言ってるのかわかんない。つまり、DNA の書き換えや細胞分裂の高速化によって、宿主の体が再構築、つまり変化するってことですね。実際に実験記録として、感染者を浸水させたところ、エラやヒレが出現し、眼球を萎縮させ、クジラ目に見られるような反共定能力を持つよう聴覚を増強したそうです。なるほど、環境に適応できるよう変身してんな。はい、というわけで今回の動画は少し短めですがここでおしまいです。動画時間が短い分投稿ペースが上がるんですよね。まあ、できる限りの努力はしますよ。ってことでセカちゃんの登録と Twitter のフォローもよろしくね。では、バイバイ。はいどうも、ゆのです。前回あげたホラゲーの動画がものすごく好評でめっちゃ嬉しいです。ありがとうございます。高評価1000いくかいかないかって見積もりだったのに、投稿して1時間で1000超えてたよな。今もう3000超えてますからね。ありがたい限りです。ってことで概要欄にてリンクを貼ってますので、まだ見てない方はぜひご覧ください。やっぱ宣伝の流れにつなげるのうめえよな。ってことで今回も商品の入荷状況を確認していきたいと思います。まずは前回サボってたペスト石。こいつ次回入荷してなかったら解雇な。せちがらい。さて、こっちは？お、しっかり入荷してますね。これはスライムの SCP かな？いや交換素材がまたしても心臓で草なんだけど。もうこいつら絶対面白半分で心臓にしてんじゃん。まあチェストに在庫あるからいいけどさ。心臓の在庫。トリマコのスライムは買いですね。では次はこっちのスティーブを見ていきます。で、注射器。また感染系じゃないですかこれ。完全に味しめてんじゃねえかよ。まあ、これも素材は余ってたはずなので交換できそうですね。ねえ、何あれ？なんであんなところに施設の壁が浮いてんの？え、録画外でお前がやったんじゃないのかよ。何の意味があって施設の壁の一部分を空に浮かせるんですか？いや、マジ怖。ちょうどスマホでホラー映画見てたから普通にゾッとしましたわ。いや動画撮影中にホラー映画見てんじゃねえよ。いやまあ、これに関してはサバに害があるわけじゃないしスルーでいいか、残しとこ。はい、新鮮な金髪美少女の心臓5つ入ります。新鮮な金髪美少女の心臓。はい、購入完了しました。ってことでいつも通り収容室を掘って作っていこうと思います。というわけで皆さん、夏休みですがいかがお過ごしでしょうか。私はコロナの影響で帰省できず、くっちゃめくっちゃめ生活を強いられております。お前に関しては強いられてるんじゃなくて毎日そうだろ。じゃあ、時間あるんだしさっさと投稿ペース上げろ、って皆さん思うじゃないですか。それがね、いざ時間があるとなると、やらないんですよね。うぜえなこいつ。逆に、時間があるから明日でいいやってなるんですよね。というわけで、この負のスパイラルから抜け出すため、力ずくで編集を強要してくる美少女の方が必要なんです。我こそはと思う方はこちらの DM までその旨をお伝えください。って結局 Twitter の宣伝じゃねえかよ。というわけで収容室が完成したので、早速 SCP を配置していきますね。さて、どんな感じなのかな？一見するとただのスライムだけど、どういった異常性があるのか。トリマ、触ってみようか。あ、移動速度遅くなってる。え、それだけ？いや、まださすがに何かあるはず。お、なんか拾ったぞ。って、今気づいたけど右クリックするとなんかめっちゃもらえるやん。何？悪質なスライム？右クリックしなくても時間経過でこのスライムは生成されるっぽい。一体どういうことでしょうか。トリマ、この SCP について調べてきましたので、早速紹介していきたいと思います。SCP-447-1 はスポンジ状の表面構造をした直径約5センチ、重さ 1.37kg の緑色の球体で、物体は触ると暖かく、人体とほぼ同じ温度で、中心の温度はやや高くなっています。この SCP-447-1 は一定の間隔で粘性の緑色のスライム SCP-447-2 を排泄しており、この SCP-447-2 には悪臭がありますが、本質的に無毒性、非腐食性、非放射性であり、食用可能だそう。ゲロまずそう。いやなんか野菜ドレッシングとして使用するとすっげーうまいらしいですよ。
それに様々な物質に SCP-447 の2を混合すると、あらゆる性能が、大抵は2倍に向上する傾向にあります。へえ、有用性高いじゃねえか。ただ一つ、この SCP には絶対にやってはいけない禁忌があるんです。それはですね。死体と接触させることです。もし、死体と接触させようもんなら容赦なく射殺されます。実際に死体と接触することにより起こりうる危険性を示した事件も起こっており、その際 SCP-447 は一時的にケテルに格上げされていました。で、実際に死体に触れたら何が起きるんだ？それはですね。わかりません。はい。実際に死体と触れた記録はあるけど、偉い人の権限で削除されているため何が起こるのかはわかってないんです。ちなみにブライト博士が偉い人の前で偶然に単なる緑のゼラチンを死体にこぼしたら、その偉い人は漏らしたそうです。ってことでこの SCP-447 の2を鉄の剣に混ぜてみましょうか。確か、性能が大幅に向上するんだったな。こんな感じでクラフトして。はい、SCP-447 の2で覆われた鉄の剣の完成。しっかり攻撃力が2倍になってますね。ってことはダイヤ剣とクラフトしたら攻撃力14の剣が出来上がるのか？いや、今んとこ対応してるのは鉄の剣だけみたいですね。SCP-447 の実験記録に SCP-914 で加工した際の記録が載ってたので一応やってみたのですが、マイクラ内ではまだ何もできなかったですね。まあマジレスすると SCP-914 に関しては自分で出力アイテムの設定ができるので、自分でレシピを作ってやってみてもよかったかもしれないですね。次に施設内通路にゾンビがいたのであまり期待はできないですが接触実験をしてみます。迷いなく近畿に触れる女。さあどうなる？何にも起きないですね。大体予想できてたけどさ。ってことで商人から次の SCP を購入するため、マグマブロックを作ります。いやー、マグマブロックなんて初めて作るなー。確か、これで作れるんだよね。おー、できたできた。てかなんで素材にマグマブロックが必要なんだろうな。まあ、これに関しては何かしら関連性ありそうだけど、さらにさらに、もう一つの素材としてまたしても私の血が必要だそうなので、採血もします。もう高齢用事になりそうだなこれ。はい購入。では今回もですね、自らのこの体に、SCP-81 をぶち込んでいこうかなと。ってわけでいきます。あれ、何も起きないな。あ、なんか SCP-81 のファーストステージ来てるわ。ファーストステージは体に何も影響はないのか。これ4分も待ってるのはあれなので、この時間を使って説明しますか。では、SCP-81 について調べてきたので、早速紹介していきましょう。SCP-81 はなんちゃらウイルスが変異したものらしい伝染性のウイルスで、このウイルスは人間特異的ですが、ネズミが受動的キャリアの役を果たして広まります。初期症状が発生するまでに1週間の潜伏段階があり、症状の長さは感染した体脂肪の比率に完全に依存します。そして感染は4つの段階を追って進行するので、1段階目から見ていきましょうか。はい、まず1段階目ですね。今の私の状態です。症状としては、かすかな疲労感を報告することがあるそうですが、基本的には無症状。はい、次、第2段階。感染者は顔面紅潮と食欲亢進を経験し始めることになります。顔面紅潮は様々な要因で顔が赤くなることで、食欲亢進は食べたいという欲望が高ぶることだな。そして、第3段階目。感染者は極端な過食症を呈し、食料、あるいは何であれ食べられるものを手に入れるのに全力を費やします。そして代謝は顕著に低下し、体重増加が高速に進行します。この後最終段階に移るには、感染者の体脂肪率が 55% になる必要があります。よくわからんけど体脂肪率 55% って相当だよな。そして、体脂肪率 55% になった感染者は最終段階の第4段階目へ移ります。この際接触衝動は収まることになりますが、感染者は顔面紅潮を覚えることが増えることになり、その後すぐ、その肉体は極端に暴力的な類の細胞溶解を経験することになります。そして、細胞の燃焼に際し、改変された抗体は未知の手段で脂質比の着火を媒介します。その結果、肉体はろうそく効果により内部より燃え上がり、余剰な脂肪は燃料として供されます。段階4は大いに無兆候であり、感染者は燃焼がいつ起きるのかについて無自覚で、正確なタイミングは明らかにランダムだそうです。自分がいつ燃え上がるかわからないのか。まさに今のネット社会とも言えますね。そっちの炎上の話してんじゃねえよ。この発言が後に現実になるなんて。この時はまだ誰もし。おいバカやめろ。というわけで私の症状も第2段階を迎えようとしております。第2段階目の症状は、顔面紅潮と食欲亢進だったな。あれ、何も起きんぞ。お、来ましたね。弱体化と空腹ですか。なるほど、空腹でバフをつけることで食欲亢進を表してんのか。というわけで、次の第3段階までカットで。って
ということで第3段階まで残りわずかになりました。さて、第3段階は極端な過食症と代謝の低下、体重の急増ですね。はい、第3段階になりましたが、弱体化と空腹がレベル2から1になりましたね。それ以外は変化ないので、最終段階の発症まで待ちます。はい、第3段階が終わりそうです。最終段階へ移るためには体脂肪率が 55% 以上必要らしいけど、マイクラに体脂肪率の概念はないよね。でもまあとりあえず飯食いまくっときゃ良さそう。うわ、びっくりした。あちち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 、どうすればいいのこれ。まあ、もう助かる見込みはなさそうだけど、水に飛び込んでみたら？それだなんとか消化できたか。って、雨も降ってたのね。完全に神が私を救おうとしてくださってる。あち。って待って、なんかここの地形おかしくね。まあそんなことどうでもいいか。今城の施設に風穴開いてた気がするんだけど。なんか言った？いやなんでもない。てかこれ水に入ったとしても燃え続けるし用っぽいし私助からなくね。まあそうだろうな。諦めろ。いやだ、死にたくない。なんかすげえデジャブ感じるんだけど、昔もこんなような光景なかった？よし、覚悟を決めて陸に上がるぞ。生きる、私は生きるぞ。生への執着心だけは尊敬するわ。はいどうも、ゆのです。今回も SCP 収容施設建設物語、やっていきましょう。と、ここでテスト医師から新しい手紙が届いております。お、スーパートグリの手紙だな。はい読みます。唐突にケーキが食べたくなったので持ってきてくれ。もし持ってきてくれたら、これまでで最も凶悪な件をやろう。凶悪な件だと、これは楽しみすぎる。何もかも唐突でツッコミが追いつかないんだけど。トリマ、さっさとケーキを用意してテスト医師の元へ向かいましょう。てかケーキって在庫なかったっけ？いちいち作るの面倒いから在庫の消費期限切れのケーキ持っていきたいんだけど。ベスト医師かわいそう。お、ありますやんありますやん。これ持っていこ。ほう、これが最強の剣か。SCP-2200-1。て攻撃力999だと、基本どんな敵でもオーバーキルできる最強の剣じゃないですか。でもまあベスト医師は凶悪な剣って言ってたし、ただ攻撃力が高いだけじゃないんだろうな。まあ、名前も魂を奪う刃って書いてあるし、多少はね。ってことで購入。ケーキ一つで最強の剣が手に入るなんて、世の中ちょろいな。よし、まずはお前からこの剣の餌食になってもらうからな。え？誰だよこいつ。わかったぞ、敵を暗算する上しもべを作り出すんだな。いやそんな都合のいい武器なわけねえだろ。では、なんかむっちゃ顔色悪いおっさんじゃん。美少女が生まれてきて欲しかったな。生まれた個体は特に敵対したり仲間になったりするわけじゃないのか。これは一体どういう異常性なんだろうな。てかさ、なんか異様に重いし、ラグくない？まあそれは前回から思ってた。食料食べるだけでもラグくて相当時間かかってたし。これは、また全ての SCP を見て回って直接原因を突き止めるしかなさそう。すみません原因わかりました。なんだよこの地獄絵図。これは、繁殖した SCP-594 が収容室に収まりきらなくて溢れてきてるんですね。コメントでも繁殖期をつけてってコメントはちらほら見かけてたけど、まさかここまでとは。ってお前その剣で攻撃しても結局モブ生まれるんだから意味ねえだろ。は、確かに。でもこの羊、地味に体力多くて処理が面倒なんだよな。うわびっくりした。確かに、敵対モブな上にこの数だからな。でも放っておいたらこのシリーズに支障をきたしてしまう。一瞬ピースフルにするとかは？それすると他の SCP まで消えて一生スポーンしなくなっちゃう可能性があるからね。せや、魔法使ったろ。というわけで飛行能力を手に入れました。おい見てくださいこの密度。単体だと可愛いのにこれだけわちゃわちゃしてるとちょっと気持ち悪いな。よし、では処分を始めます。てか最初3匹だったのにほんと増え方半端ないねこいつら。もしこの増殖に気づけてなかったら、恐ろしい。まあ今回は比較的気づきやすい場所に施設を作ってたからよかったよな。ってことで結構数が減ってきました。これでこのラグから解放されるにゃ。え、ちょっと待って。この下にもめちゃめちゃいるんだけど、このままじゃこのパートの大半が羊処理になってしまう。いやさっさとカットしろよ。はい綺麗になりました。ってまずい、本題の SCP-2200 からそれすぎてる。もうさっさと調べて解説に行きますね。ってことで調べてきましたんで、解説いきます。SCP-2200-1 は、紀元前1000年から500年の間に作られたと推定される、長さ80センチの銀と銅の合金製の剣で、SCP-2200-1 は発光しており、SCP-2200-3 に存在する SCP-2200-4 の数に比例し青白く発光します。また、SCP-2200-4 対象者数が増加することによって SCP-2200-1 はより優れた武器になります。ちょっと待って、SCP-2200-2 とか3とか4とか言われてもわけわかんないんだけど。ちょい待ち、順を追って説明するから。
まずこの剣、これが SCP-2200 の1です。そして、この SCP-2200 の1は、一個体と結合し引き離すことができなくなります。この時の結合した一個体を SCP-2200 の2と言い、SCP-2200 の2は、アドレナリンとテストステロンの濃度が上昇し SCP-2200 の1で周囲の人間を殺害します。で、この時 SCP-2200 の1を強制的に引き離そうとする、あるいはてや腕を外科的に切断した場合、SCP-2200 の2は即座に死亡し、SCP-2200 の1は不明な手段で別の個体の元に移動し、即座に接合するとのこと。そして、SCP-2200 の3はなんちゃらにある50平方キロメートルの土地で、SCP-2200 の1によって人間が殺されるたびに、その人間の姿が SCP-2200 の3うちに異常な原型合金によって形成されます。ちなみに、この時にできた異常な原型合金を SCP-2200 の4と呼びます。この SCP-2200 の4実体は生命活動の兆候を十分に示し、発生することもできる上、インタビューから、SCP-2200 の4は元となった犠牲者の性格や記憶を保持することが示唆されているそう。あと、SCP-2200 の3から一歩でも出た SCP-2200 の4は、生命活動を完全に停止するっぽいですね。某魔法少女アニメの石っころみてぇだな。いやでもあれと違って SCP-2200 の4は SCP-2200 の3に戻しても生命活動は再開しないんですよね。とまあ他にも深く掘ればいくらでも説明できそうですが、尺の都合上この辺にしときますね。あと、この剣はマイクラ内ではチートすぎてるので、出番が来る時までここに飾っときます。はいってことで次の証人の品をまだ見てなかったんで見ていきましょうか。これは演説中に解剖されるロナルド・レーガン。ん？ロナルド・レーガンって誰だ？ロナルド・レーガンは、アメリカ合衆国の俳優政治家で、歴代2位の高齢で選出された第40代アメリカ合衆国大統領だな。で、そのロナルド・レーガンさんが演説中に解剖されると、一体どういうことでしょうかね。これまた口に出しただけでガイドラインに引っかかりそうだけど、大丈夫かな。最近運営さん敏感ですからね、普通に剥がされそう。あ、ちなみに前回の SCP 動画は見事にガイドライン違反してました。以後気をつけます。なんだろ、すげえ信用できない。てかやって、鉄の在庫が全くなかった。もうチェストに残ってた防具を分解してインゴットにするしかないですわ。いや、鉄くらい取りに行ってこいよ。いやー、それがね、面倒なんですよ。終わってんな。あ、そうだ。リスナーの方の中から作業班を雇えばいいのでは。すげえ理不尽に働かせられそう。まあ最低でも週休0日の20時間労働で許してあげます。ただの奴隷じゃねえか。というわけで購入します。SCP のナンバー表記がさっきまでよく見えてなかったけど、SCP-1981 なんだなこれ。で、これ VHS テープでしょ？以前購入したあのテレビで見えるのかな？ああ、てかここに視聴方法書いてあったわ。この VHS テープをオフハンドスロットに入れた状態でテレビをつけると見れるっぽいね。では早速見ていきます。ポチッ。おーすげー。ガチで見れそうだなこれ。いや、解剖って言ってたしな。本当に動画に映せる内容なんだろうな。まあ、その時はモザイクってことで。お、この方が、ロナルド・レーガンさんか。今のところ変化はないっぽい。若干血を流してるようにも見えるけど。いやこの暗い光の当たり方の問題でしょ。問題ない問題ない。うわ、これは完全に血が出てますね。多分見せられないやつだわ。今のようつべさんだったら規制確率は高そうだな。みんな申し訳ねえ。あ、こりゃダメだ。この画質でも相当グロいんだけど。皆様には見せられませんが3枚目の画像は普通にグロいです。完全にアウトなやつですね。あ、これで終わりみたいですね。4枚目の画像がなくてよかった。ってことで調べてきましたんで、説明の方行ってみましょう。SCP-1981 は標準的なデータマックスのビデオテープで。接着性のステッカーに手書きでロナルド・レーガンカットアップワイルトーキングと書かれています。映像記録としては、1983年3月8日、ロナルド・レーガン大統領がフロリダ州オーランドの、シェラトン・ツインタワーホテルで悪の帝国発言をした演説の様子が記録されたビデオみたいですね。しかし、このビデオの1分10秒後から大きく内容がそれ、最終的に知られているいかなるレーガンによるスピーチとも異なったものとなるそうです。およそ5分後、複数の舌相、舌相、扇通傷がどこからともなくゆっくりと浮かび上がり、常人なら苦しみで動けなくなるにもかかわらず、彼の声帯が切断されるかテープが22分34秒で静止するまでレーガンのスピーチは続きます。そして、SCP-1981 を巻き戻し、再び再生するとレーガンは新しく別のスピーチを始め、拷問、児童への性的虐待、生贄を使う儀式についてスピーチし始めるとのこと。で、この SCP-1981 の視聴時、大体7回に一度、黒いローブと円錐のフードをかぶった人がバラバラの人数で、レーガンの報道陣の代わりに現れ、これを SCP-1981 の1と呼び、
どのような役割をしているのかは不明とのこと。そして、この SCP-1981 の映像には2005年に記録された興味深い映像があります。その内容として、初めの30秒は誰もいない演説台と側近たちの椅子が映されます。そして興味深いことに、この再生記録のミロナルド・レーガンは登場していません。そして、30秒にカメラが演説台にズームインします。2分55秒には、画面左から SCP-1981 の1が出現し、演説台の前に立ち、テープが終了するまで動くことなく静止を続けます。そして、テープが終わる22分34秒になると、突然画面が切り替わり、赤文字で ICU と表示され、7秒間その状態が続いた後、直ちに映像が途切れます。これが SCP-1981 の1が現れた最後の映像とのことです。というわけで今回こんな感じでした。実はもう1体 SCP を召喚してたんですが、尺の都合上次回に回させていただきます。では、チャンネル登録と高評価、セカちゃんの登録と Twitter のフォローよろしくです。では、バイバイ。バイバイ。はいどうも皆さんこんにちは、ゆのです。早速ですがこちらのイラストをご覧ください。私とくずりゅうさんの水着イラストを、キャラデザやタチエを担当していただいたあさぎくるみさんに描いていただきました。なにこれすげえわ。皆さんからの要望が昔からめちゃめちゃあったんで、実現できて本当によかった。とりまこんな感じのイラストを描いていただいた場合、Twitter にて先に公開するので、みんな絶対フォローしてくれよな。次があるのか知らんが、私のことを忘れんなよ。もしかしたら次回までにはマリサに代わる新キャラとかがいるかもね。おいお前今月づけならんこと言いやがったな。とりま、そんな感じで本題に移りたいと思うんですが、なんと、この世界にお金が導入されました。ようやく心臓と SCP を交換する時代に終わりを迎えたか。まあ言うて心臓をお金に換金して SCP を買えば同じことじゃないですか。ああ言えばこういうよな、お前。ってことで、これからは貨幣経済になるので、まずは財布を作りたいと思います。財布は自分で作るんだ。あと、一応国民給付金として10万円をすでにいただいております。無駄にリアルに忠実なの本得さなんだけど。というわけで財布を作っていきます。素材は革と紙をクラフトして簡単に作れます。で、この財布の中に100ドル札9枚と50ドル札1枚を入れて、これで私の全財産は950ドルになりました。一日でソシャゲにとかす未来しか見えないんですけど。失礼な、私だって貯金くらいできますよ。でこれ見てください。これ、左の機体が換金システムなんですよね。右のは自動販売機で商品を購入できる仕組みになってます。とりあえず試作段階として現在換金できるアイテムはこんな感じ。一番高いダイヤは1万ドル約100万円で換金できます。お前結構ダイヤ持ってなかった？そうです。つまり私はすでに大金持ちなんです。とりま、手持ちの鉄を換金してみます。鉄は1つ1ドルなので、13個で13ドル約1400円になりましたね。ははははは、儲け儲け。ついに正体表したね。後で倉庫にあるインゴット類も換金しときます。物価が異常に高くて何にも買えない未来が見える。はい、私の全財産は1ユーロズ2000ドルになりました。日本円にして126万円ですね。これだけあれば SCP をどんだけ購入したとしてもソシャゲの天井50階分くらいのお金は余るっしょ。ちょっと待って、割と高くね。1000ドル。約10万円か。まあ経費で落としとけばいいか。はい、購入。高値だけどそれだけ価値のあるものなんだよね。で、これなんなんだ？一応アイテム名には羊のハンドベルって書いてあったけど、これ多分あれですよね。アニメとかでお嬢様キャラが鳴らして羊を強制労働させてるやつ。言い方もっとなかったのかよ。よし、死ぬまでこき使ってやるぞ。羊さん逃げて。というわけなんで早速こちらのハンドベルを鳴らしてみましょう。おお、マジできたわ。なんか腕縛られてね、大丈夫？こいつ。いやこれはただ後ろで手を組んでるだけでしょ。手を、しっかり羊っぽいメガネもかけてますね。さて、話しかけてみようかな。すげ、ガチで話せるんかお前。ではまず、お名前から聞いてみましょうか。What's your name? My name is Mr. Days, Master。デイズね、オケオケ。なんかこいつペスト石の声と一緒じゃ。はい、次の質問行ってみようか。あなたはどこから来ましたか？ I'm afraid, I can't tell you this, Master。なんだと、主人である私に秘密があっていいと思ってんのか。ぶち転がすぞ。気悪すぎでくさ。じゃあ次、武器として使えるものをくれ。I'll see what I can that can please you。うわ、マジで石剣くれたわ。いやどうせならダイヤ剣が欲しかったな。こいつには感謝の心というものが存在しないのだろうか。よし、次だ。腹減った、飯を出せ。Here my master, 16 steaks cooked the way you like it。いやー、めっちゃ使えますねこの羊。これはもっと踏み込んだものを要求しても答えてくれるのでは？よし、純金のブロックをよこせ。横暴すぎる。It was a little hard, but that was the best I could。うおい、マジで金ブロックくれたぞ。これを金インゴットにして換金すれば無限に稼げるやん。オラ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 、もっとよこせー。誰かこいつを止めてくれ。よし、今日は帰っていいぞ。
自殺したんだけど、でもまた呼べば来てくれるんだよね。はい、神。ってことでこちらの SCP について調べてきたので、紹介いってみましょう。SCP-662 は高さ4センチメートル、周囲2センチメートルの小さな銀製のハンドベルで、ベルの心霊装置は失われているそうです。にもかかわらず、SCP-662 を振ると柔らかなチャイムが鳴ります。ただし、これはベル自身が発する音ではないとのこと。で、このチャイムが鳴ると、視線から外れた場所や部屋の角に、デイズと名乗る白人男性が出現します。このデイズ氏によると、デイズという名は生まれもっての名前ではないらしく、本名や自身の生まれのような個人情報を思い出すことはできず、思い出そうとすれば苦痛を伴うような表情をするそう。そして、このデイズ氏は限度はあるものの、呼び出した人が要求したことを叶えてくれます。もし仮に要求が不通り、また不可能だった場合、デイズ氏はその理由を説明した上で、代替として可能なことを提案します。例えば SCP-682 の破壊要求などは不可能であるため、丁重に断られるそうです。まあこれはさすがに無謀すぎるだろうな。あ、でも人間の暗殺なんかは余裕でこなしてくれるみたいです。恐ろしや。はい、というわけで次の SCP を見ていきましょうか。多分このスティーブが商品を入荷してるわず。おっと、50万円でなんか売ってますね。高すぎないっすか。なんだこれ、ソングオブジェネシス？略して、創世の歌だな。え、すげえ気になる。これは買いですわ。ああ、私の手持ちがどんどん減っていく。はい、購入。この創世の歌とかいうロマン溢れる項目ね。早く試してみていいっすわ。ちょっとした調べをしてきたんですけども。これあれですね、外の割と開放的な場所に収容所を作った方が良さげですね。ってことでちょっと外を整備してます。ってことは相当規模の大きい SCP だったりするのか？まあそうね、個人的には室内の方がいいと思うんだけど、いかんせんスペースがなくてね。めんどくさいだけなの丸わかりだけど。では、早速配置していきます。どんな感じで設置できるんだこれ。そのまま地面でいいのか？よし、SCP-407 の配置が完了しました。それではその創世の歌とやらを聞いてみましょう。行くぜ。あ、なんて綺麗な歌声なんだ。じゃなくてなんで私死んだんだよ。感情の起伏が激しくて草。あの場所拠点からちょっと離れてるから急ぐぞ。はい、到着しました。で、この切り株みてえなやつが SCP-407 なのか？いや、SCP-407 はさっきの歌のはずだから、正確には違うと思う。まあその辺は後々解説していくよ。あれ、おかしいな。全然何も起きないんだけど、確かテストした時はもっととんでもないことになってたんだけど、なんでだろ？ちょっと調べてきますね。はい、わかりました。こっちが異常性を最大限発揮する SCP-407 です。ち、あのスティーブね。SCP の入荷を誤りやがって。許さんぞ。すぐ人のせいにする。もういいです。早速 SCP-407 を見ていきますよ。ちなみに今回は死亡してもすぐ戻れるようにすぐそこにベッドを置いてます。音声流れてますね。うわ、何このまがまがしい木。いや普通にかっこいいですよねこの木。家の壁のブロック全部これに張り替えようかな。趣味悪いにも程があるぞお前。なんだこれ、どうなってんだ。あいつが通った後のブロックがドス黒くなってんぞ。で、そのブロックの上にさっきの木の苗が生えてきてる感じだね。あ、消せるんだこれ。トリマ、説明はもうちょい後にして、しばらくこいつを見守ってみようか。もうちょっとかな。え、何が？おお、来ましたね。なんだよこいつ。まあその辺は後ほど後ほど。おお、めっちゃエグい声出してんなこいつ。見た目と声通り、しっかり敵対モブなんで謝ってこの柵の中に入らないようにしないと。おっと、なんかまた新たなモブが生まれてますね。さっきの怪物にすげえ追われてるけど大丈夫かあれ。いや、あれは助からなさそうですね。これが弱肉強食の世界か。ってことで説明いってみましょう。SCP-407 は未知の言語によるアカペラ統合式歌で、音声は人間のものであると考えられているそうです。あ、ちなみにこのオブジェクトクラスのニュートラライズドってのは、すでに無力化されている、機能停止している、また発信だ SCP に与えられるオブジェクトクラスのことですね。この SCP-407 に関しては要注意団体のヘビの手により、システムから SCP-407 が削除されたことでこのオブジェクトクラスになったと考えられます。と、まあこの辺のことが気になる方は自分でググってみてください。では SCP-407 に話を戻しますね。この SCP-407 には未知の言語によるアカペラ統合式歌が約30分記録されており、音声が唐突に途切れていることからまだ続きが存在するものと見られています。そして全ての被験者はこの歌を心地よい、見事だ、美しい、などと表現します。
そしてこの歌に暴露された一分後、初期段階として多細胞生物はコンディションがより健康的になります。栄養失調、貧困、不詳、慢性疾患、その体学的に悪い状態にある被験者も、1分以内に健康体になります。続いて第2、第3段階で、被験者に通常ありえない形での制御不能な細胞成長が発生します。この成長は基本的には良性腫瘍やカルシウムと脂肪の沈着を引き起こし、時に外観の損ないと痛みを伴うこともありますが、命に別状はありません。続いてラストの第4段階では、細菌や心筋の成長が促進され、初期段階で身体状態が改善されているにもかかわらず、被験者の生命は危険にさらされることとなります。呼吸器や消化器の異常が発生し、時間ともに速やかに悪化します。ここまでの5分間における SCP-407 の効果は、思考ごとに異なる結果をもたらし、最終的な結果として、思考するごとに全ての生物が、SCP-407 の再生時に存在した物体ごとに異なるものになりました。ちなみに D クラス職員を対象に SCP-407 を28分32秒間再生した実験が財団ページに載ってるので、気になる方はぜひ見てみてね。あれ、ちょっと待って、脱走してるよあいつ。え、マジ？ほらあそこ、柵の外に嫌がる。ああ、これ多分フェンスがこの木に侵食されて道ができちゃったんだろうな。ほんまやな。で、どうすんだこれ。こうします。慈悲のかけらもねえや。まあまあ、あの SCP-407 を聞けばまたこいつは生まれてくるんで、大丈夫っす。てか今の切り株みたいなやつが人の変形体で、凶暴だったやつが肉食動物、それに追われてたやつが草食動物の変形体だったんだな。ね、そういうことだよねこれ。ってことでそんな感じで今回はこのくらいで終わろうと思います。チャンネル登録と高評価、生声チャンネルと Twitter のフォローもよろしくです。では、バイバイ。バイバイ。はいどうも、ゆのです。早速ですが、本家ロックダウンの SCP トークンを作成していこうと思います。いやマジで唐突な始まり方だな。いつも本編前は何かしら喋ってるのに。いや実はこれ前回の動画用にストックしてた動画なんですよね。しゃあないしゃあない。ってことで今回作成する SCP トークンはこちら。SCP-1057 トークンです。素材を見るに水に関係した SCP っぽいな。よし、水汲みに行くぞ。てかあれ、前回トカゲモッド変えた？そうなんですよ。ゼウス PTGI っていうレイトレーシングを疑似体験できるカゲモッドを導入してます。これを使えば今まで以上にリアルな光の描写を体験できるというわけで水を汲んでまいりました。って、あれ、お前、目が。いや、普通に怖いんだけど。ダークサイドに落ちたヘロブレインじゃん。まあ確実にこのゼウス PTGI の影響でしょうけど。ってことで早速 SCP-1057 トークンを作っていきましょう。素材はラピスラズリブロック3つとラピスラズリ3つ。あとは水バケツをこんな感じで並べて、SCP-1057 トークンの完成。では、お次は文書の作成に向かいましょう。はい、できた。SCP-1057、オブジェクトクラスはセーフで、項目名はサメの不在です。え、サメの不在？なんだよ、サメいないのかよ。せっかく水族館みたいな施設が出来上がると思ったのに。いや、落ち込みすぎでしょ。とりあえず施設建てますよ。よし、この辺の水辺に建てるか。え、待ってめっちゃ水きれいじゃん。でしょでしょ、これがレイトレージングの力ですよ。さらに高解像度のテクスチャを加えるとマジでリアルすぎて現実特別つかなくなりますので。いや、さすがにそれは言い過ぎだろ。いやいや分かってねえな。一度これでググってみたら凄さがわかりますよ。そんなことよりさっさと施設建ててもらえます？あ、そうだった。ほい。はいできた。よし、お邪魔していきましょうか。うお、暗すぎ。カゲモッドの欠点出てんな。うるせえうるせえ、カゲモッドは最強なんじゃ。もう強信者じゃん。施設の構造として1階と2階があるみたいですね。とりあえずこういうのは上から潰しておきます。さあ、入るぞ。ちょっと待って、今ダメージ表示見えたぞ。え、マジっすか？やべえじゃん、早く救出しないと。って、お、なんだこのめちゃめちゃ綺麗な水槽は。すげえな。思い描いてた水槽よりレベル高いかも。で、さっきのダメージ表示についてですがあれは多分以下ですね。放っておきましょう。バニラのモブに慈悲はないのね。で、早速 SCP に触れていくけどさ、サメ普通におるやん。マリサさんマリサさん、よく見てください。よく見るんです。あれ、何でできてると思いますか？まあ SCP なんだし、今さらあいつが何でできてても驚かないけど、パッとミミズとか？いやー、実は違うんですよね。まあ、後で説明するんで今は何も触れませんけど。なんだよ、気になるなー。で、こっちの道は？お、生肉類が置いてありますね。多分あいつの餌かな。あ、あの見た目で普通に肉食うんだ。よっしゃ、次は1階の部屋に入ってみましょう。お邪魔します。あー、下からの光景もなかなかいいですね。なんかすげえユートピア感あるんだけど。なんかわかる気がする。いやー、綺麗ですねー。心が洗われるようです。
この中に普通の魚も入れたらめちゃめちゃ鮮やかになるだろうな。まあ、水槽全体が真っ赤に染まるっていう意味では鮮やかかもな。え、でも水族館のサメって同じ水槽の他の魚食べなくね？まあ水族館のサメは比較的おとなしいのばかりだし、基本的に餌を与えられて飢えてないからな。まあ、この SCP は凶暴なのか知らんけども、いやそもそもサメなのか？いや、多分おとなしいはずですよ。ちょっと後でこの中に入って一緒に泳いでみましょうか。マジで言ってんのこの人。と、その前にこっちの部屋も覗いときます。あ、ここにも生肉入ってるわ。てかなんかこの空間良くないですか？なんか落ち着くっていうか、ここなら編集とか作業めっちゃはかどりそう。まあ、横に SCP がいることを除いたら普通にいい空間だよな。もうこっちに移住しようかしら。では、この水槽に入るため、一旦施設の屋上に行き、屋根に穴をぶち開けましょう。よし、この SCP と泳いでこのクソ暑い夏とおさらばするぞ。人生も一緒におさらばすることになりそう。いやいや、人は襲わないはずです。SCP を信じる心も大切ですよマリサ。はいはい、楽しみにしてますよ。今回私はフラグを立てていない。つまり今回は死なないというわけだ。その発言が最大のフラグなんだって。なんだろうあの光。存在感やべえな。ま、多分モージーズモブズのモブでしょ。特に害はないはずなので作業を続けますってことで、いい感じの穴を開けてみました。謎のナイトプール感あるな。よし、クソ暑い中自粛続きで疲弊した体を癒すぞ。いや遊ぶ人がいないから出かけないだけ。じゃあ飛び込みまで3、2、1、5。ちょっと待てお前、これどうやって帰ってくる？痛え、いや待って、痛え。いやわろた。この光景水槽の外から見てみては。待って、私ダイヤフルなんだけどダメージ痛すぎない？うわあ。やっぱ実況者だよ、お前。アイテムだけ救出方法はいろいろあるけど、とりあえず SCP-6 の恩恵だけでなんとかなる説。いや、あの攻撃力相手に裸はいくら恩恵受けてても無理だろ。あ、ごめんなさい許して。いやもう本当に何でもしますんで、アイテムだけは気にせんね。とりあえずテレキルフル装備と SCP-7 で再チャレンジです。アイテム回収後の脱出はエンパで行います。レッツゴー。さっきの攻撃力を見る限りその装備でも無理な気がするんだけど。痛い痛い痛い、やめてください死んでしまいます。クソ、緊急脱出。と、ここで有力な情報が入りました。なんと SCP-573、ハーメルンの笛を使用すれば敵の攻撃の制御が可能とのことです。オラオラオラ笛の音を聞けー。おーすげー、ガチで動き止まってんじゃん。よし、今のうちにアイテム回収を。ってあれ？私のアイテム、どこ行った？まあこれだけ回収に時間かけてたら消えるだろうな。私のダイヤフルとミニガン、財布が。よし、脱出するぞ。私はアイテムおろしとしてもあの例の穴で取り戻せるんだ。いや、お前さっき録画外でリログしてなかった？あ。ってことで今回 SCP についての説明の尺が取れなかったんで、ここで解説していきますね。SCP-1057 は、タイガーシャークの制御の形をしている5メートルの生きた何もない空間で、重量はないように見えますが、未知のメカニズムによって水中を移動します。SCP-1057 の身体に無生物を注入する実験では、そこに何もないことが明らかになっています。しかし財団の魚類学者は SCP-1057 の行動が通常のタイガーシャークの範囲内に収まるとしているそう。ちなみに SCP-1057 の主な餌は 5kg 分の生肉と魚で、消費した食料はどこかに消え去るらしいっすね。あと食料に消化できない蛍光色素を入れたところ、SCP-1057 の中に残留し、消化器、循環システムの概要を浮かび上がらせました。実際にはサメが存在していないにもかかわらずなぜこれが可能となっているのかは、そういえば、自販機でアイテムが購入できるようになったらしいんだよね。そのまがまがしい入り口については触れた方がいい？いいでしょこれ。私の最高傑作。とりあえずお前の感性を疑うわ。やっぱええな。ってことで羊からぶん取った金をお金に換金します。自販機に何が売ってるか知らんけど、これだけあれば遊んで暮らせるっしょ。よし、全部換金し終わりました。金額は51,201ドルですね。日本円にして約540万円です。ではこの金で自販機でアイテムを購入しましょうか。おっと、ダイヤフルと銃と銃弾が売ってますね。これは普通にいいラインナップだな。では金額の方見ていきましょう。ダイヤヘルメ740万円、ダイヤチェスプレ1050万円、ダイヤレギンス790万円、ダイヤブーツ530万円。おい詐欺だろこの自販機。現実に基づくなら破格の値段だろ。これ防具全体がダイヤでできてると考えたらとんでもない桁になるぞ。どっちにしろ今の手持ちが買えない。しゃあない、銃を見てくか。オケオケ、こっちは SR21 万円、AR32万と手の出せる値段ですね。銃弾も割と安い。ってことで買いです。おお、スコープ付きだ。いいなこれ、こっちの SR も試し撃ちしてみます。
おお、さすが、ワンパンですね。こりゃ負ける気がしねえわ。次回には全ロスしてそう。そういや、ベスト石ってなんか入荷してんのかな。しばらく見てなかったから入荷してそうだけど。お、してた。なんですかねこれ。下のこれは。鏡？価格的にも比較的安価だし、普通の鏡だろうな。で、上の1万ドル、約100万円で売ってるのが SCP か。SCP-93、項目名は確か公開の円盤ですね。殿堂入りしている SCP の一つです。とりあえず両方購入します。というわけで買いました。で、どう使うんだろこれ。鏡と一緒に売ってたってことは SCP-93 と何か関係があるんだろうな。それは間違いないね。トリマ鏡を置いて SCP-93 を右クリックしてみようか。てかこの鏡コッパ。本当に普通の鏡なのかこれ。では、 SCP-93 を鏡に使ってみます。え、待ってこれって。完全にどっか飛ばされたわ。帰れるのか。え、なんかいるんだけど。うわ、すげえでかくねえかあれ。うわぁ、めっちゃいる。気持ち悪い。この化け物は一体。名前はアンクリーンって書いてあるな。意味はそのまま、汚れたとか卑猥とかか。とりま時間もないのでこの SCP について調べてきましょうか。SCP-93 は新社に似た混合物の石から削り出された、主に赤色の円盤で、生きた個体が持った時、SCP-93 の色は変化し、変化する色の関係性は未だ研究中とのこと。ですが現在考えられているのは、保持者の公開の念に依存して変化するのではないかということだそうです。この SCP-93 は誰にも触れられていない時直近の鏡に向かって転がり始める性質があり、SCP-93 を持った生物が鏡に接触すると、鏡の表面を通して異世界と繋がることになります。その後、財団は鏡の材質を変えたり鏡を持って移動してみたり、収容に関する様々な実験を行っています。ここでは長くなるので省きます。そしてもう一つの鏡の実験。この実験の内容は、B クラス職員に命綱を装着しカメラを持たせ鏡の異世界の中へ送り込むといったものです。この実験は5回行われました。ここでは尺が足りないので一つだけ紹介しますね。実験1。実験1の被験者は、過去に殺人と自殺未遂を行った強靭な体格の34歳の男性で、SCP-93 を所持した際、色は青になりました。確か SCP-93 は持つ人間によって色が変わるんだな。そうそう、実験の結果、どうやらこれは持つ人間の罪に反応しているのではないか。とされてるね。で、この人の入った鏡の向こうの世界は、何もない平野だったそうです。ですが、その平野は青みがかっており、木の生物も見当たらなかったとのこと。そして少し進むと縦穴があり、その下には避難施設とおぼしき空間があったとのこと。そこにはかなりの悪臭と、一つの部屋の壁を構成する茶色のプラスチックに似た何かが確認されました。そして、被験者が内部で新聞の切り抜きを回収し、被験者が帰還する途中、被験者が突然パニックを起こし、映像に映っていない何かに向けて発砲、その後回収されました。この際映像には同時に、37人分の黒い人影が記録されていたとのことです。そして、鏡を監視していたスタッフは、地面を這いつくばり、パーツのない顔と短い腕を持った、常人の50倍はある人型実体が鏡に向かって引っ張っていたと報告しています。といった感じなんですけども、この話はまだまだ続きます。これは本当に殿堂入りしているだけあってめちゃめちゃ面白いので皆さんも見てみてください。というわけで今回はこんな感じで終わろうと思います。あ、そうそう、次回から動画でイラスト紹介しようと思ってるので、もしイラストを描いてくれるよって方がいましたら Twitter にてくずきくちゃまでお願いします。それではバイバイ。いやちょっと待って、この世界からどうやって戻るんだよ。まあ夢落ちにしときましょ。おい。はいどうも、ゆのです。今回も SCP 収容施設建設物語、やっていこうと思います。そんなことよりさっさとあのブロック消せよ。なんでや、めちゃめちゃかっこいいやろ。まあ、そんなことは置いておいて、今日も売店に向かいますよ。ベスト石から見てくか。なんか入荷してんのかな？お、これは。アヒル？風呂とかに浮かべるおもちゃだよねこれ。価格めちゃめちゃ安いじゃん。大丈夫これ。ほんまや、100円じゃん。100均じゃん。ま、お手頃価格だし、即購入案件ですわこれ。はい、購入。と入っても、お前の家って浮かべる風呂ねえだろ。いや、川でいいじゃん。風呂みたいなもんだよ川も。いやめちゃめちゃ野生児で草。え、ちょっと待って、なんかおかしくない？一瞬水が消えてるような。そんな感じだよな。まさか、このアヒル、水を吸収するのか？だとしたら風呂に入れたらダメなやつじゃん。ひらめいこの池とかわかりやすそうだね。ここで試してみようか。おお、すげえ、やっぱそういうことか。面白いなこれ、とりまここの水全部消してみるか。ここを攻略した後は、女風呂にこのアヒルを持参して美少女のポロリを楽しむことにします。え、ここ倍速にする必要ある？あ、ねえな。おお、すげえ、水が完全になくなりました。でもかなり時間かかったな。ワンちゃん海とか川とか消してやろうと思ってたんですけど、そこまで実用的ではなさそうですね。
では、この SCP について調べてきましたので、早速紹介いってみましょう。SCP-1356 は一般的なゴムのアヒルのデザインに似ている小さい抑出溶岩部で、実験により可塑性のポリエンカビニルでできていると判明しています。絞られると、鋭くキーとなるよう設計されています。ここまでは何の変哲もない抑出溶岩部のアヒルだな。この SCP-1356 を人間の被験者が持って、湖やプールに入ろうとすると、体から約 152.4×81.3×45.7 センチ身長した領域内の水が全て消えていることに気づきます。小さな屋内プールの実験では、SCP-1356 暴露の前後で水の量に変化がないことが明らかになってるそうです。でも、被験者がアヒルを持っている間は、水位が上昇しなかったとのことです。これにより、未知の場所に液体を移動させ、そのうち帰還させているという事実が示唆されました。水は消えたわけじゃなくてどこかに移動してると。その移動される水の水深は、平均46センチを超えず、深いプール内を歩いた際は最終的に足と脚部だけが水没し、それ以外の身体部分が乾いているとのこと。で、被験者がどれだけ激しく動いても上半身に水がつくことはなく、この乾燥空間はシームレスに移動して笛の激しい動きにも対応するらしいですね。で、この後財団はいろいろな実験をしてますが、あまり詳しいことは分かってない感じです。で、ちなみにこの SCP-1356 に長時間触れていると、指がシワシワになるそうで。あの長風呂した時になるやつね。そうそう、それ。で、その後さらに SCP-1356 に触れていると脱水症状を起こすっぽい。これってアヒルの能力で体の水が消されてるってことか？いや、一瞬で水が抜かれたら即死だし、徐々に水分が抜かれてるってことなのかな？いや、だとしたら指がふやける現象は説明つかないか。いや、原文だけじゃよくわからん。博識にきコメントよろしく。ってことで次の証人を見ていきますか。お、売ってる売ってる。これは、SCP-1074。絵画ですかねこれ。価格は2万円か。いろいろと突っ込みづらい絶妙な値段設定だな。いや高すぎでしょ。2万円あればソシャゲ全般70連は引けますよ。いちいちガチャと比べてんじゃねえぞ。はい、購入。いやー、どれだけ素晴らしい絵画なんでしょうね。私、気になります。で、この絵画どこに置こうかな。うちでいいかな。そんな得体の知れないもの家に置くなよ。まあ今に言えたことじゃないけどさ。それもそうか、トリマ収容室を作成してきますわ。はい、というわけでかなり無理やりですが収容室っぽいとこを新たに作りました。即席なのでかなり構造は雑です。許してください。はい、まず最初にあるこちらの扉。なんとですね。はい、こちら、SCP-2295、パッチワークのあるクマの収容室に繋がっております。繋げる必要あった？いや、まあ実際は掘ってたらぶち当たっただけなんですけど。はい、ここに新しく収容室を作成しました。なんかいつもの収容室より整備されてて綺麗だな。そりゃもちろん、なんてって素晴らしい絵画を飾るんですからね。では、早速こちらの絵画を置いていきますね。あれ、何も書いてねえじゃん。なんだよこの絵画。もしかして、心の綺麗な人にしか見えないとかそういうのなのか？その点私は何の問題もないはずなのに。お前それマジで言ってんの？え、ちょっと待って、なんかデバフついたんだけど。このデバフは、不安か。別に不安になるようなもん映ってないけどな。ではこの SCP について調べてこようかな。はい、というわけで調べてきたんで紹介いきます。SCP-1074 は正体不明のアーティストによってキャンパスに描かれた肖像画サイズの油絵で、写真もしくは録画で確認された場合、SCP-1074 の全体ははっきりと目に見える筆遣いで、灰色の均一な陰影を描いているように見えるそうです。実はこの絵、実際に視認すると灰色の層ではなく、人間の死亡率や法とモラルの分別といった、終末論的なテーマで描かれており、一貫性のない絵画を見出していることが判明しているそうです。視認するんじゃなくてカメラ越しとかで見ると、こんな感じの灰色の層に見えるんだな。で、被験者がこの SCP-1074 を見ると、すぐに心拍数が増加し、発汗とめまいを含む、スタンダールシンドロームの始まりに類似した生理的兆候を示し始めます。あ、スタンダールシンドロームってのは、美術的文化的価値の高い芸術作品の鑑賞によって誘発される心身症的病気らしいです。そして、SCP-1074 を見た人々は、いかにこれまでに見た中で素晴らしく感動的な芸術作品であるかを、誰彼構わず何度でも言葉で説明しようとします。つまりこの状態は好きなアニメを語る私です。だからうざがられるんだよ。そしてこの SCP-1074 を一度目にすると、被験者は物理的に拘束されない限り絵画から視線を外すことができなくなり、誰彼構わずに対象を見せるため説得しようとします。つまり、友達にアニメを全力で見せようと試みる私ですね。
その後、さらに絵を見つめれば見つめるほど、見出される難解なテーマを議論しようとして混乱してしまい、3分から5分ほどで興奮のあまり体が動かなくなってしまうそうです。これは好きなアニメの最終回を見た時の私ですね。その後被験者は外部からの支援がない限り、数日以内に静止したままの状態で死亡します。ってことは、絵から被験者を引き剥がせば助かるのか？そうですね。引き離してしまえば30秒くらいで体の自由を取り戻すみたいです。まあ、その後目をつむった時やまばたきをした時に再びあの絵の幻影を見るようになって、5日から8日以内にまた体が動かなくなって死亡しますけど。結局死ぬんかい。はい、というわけで最後の証人を見ていきますか。最後の証人ってなんかかっこいいな。おう、なんですかねこの物体は。SCP-80FR、フランス支部の SCP か。これ、ピーコックエッグって書いてますね。直訳でクジャクの卵かな？合ってる？いや知らんけど。てか100ドル、10万円か。私の財布からお金がどんどん減ってく。言うて300万円持ってて草なんだけど。まあいいや、購入します。おお、結構綺麗なデザインしてますね。真ん中の球体がクジャクの卵なのかな？これは、普通にインテリアとして置いといても違和感ないデザインだな。まあお前んちのゲテモノ博物館には置いてほしくないけど。は？上等じゃねえかこの野郎。イヤホンの耳に入れるゴムの部分だけもぎ取るぞ。なんだその地味な嫌がらせ。てかこれ、触れても何も起きないんだよね。ちょっと調べてくるか。まず、オブジェクトクラスの横にある脅威レベルについてですが、フランス支部独自のシステムで、収容違反を起こした際の SCP オブジェクトの危険性を色で表してます。脅威レベルの各色の意味はこんな感じです。ちなみに、この SCP-80FR は比較的安全とされる、青に分類されてます。では、説明に戻りますね。SCP-80FR は、インペリアルイースターエッグの不明なコピー品で、ガラスの卵は台座の上に水平に置かれ、開花する低木の上には座っているクジャクのミニチュアがあり、分析により、対象の台座と輪郭は黄金、銅、金、銀の合金で構成されており、クジャクは、ラピスラズリ、エメラルド、および未知の宝石2つで構成されているそうです。で、この SCP-80FR には3つの状態がありまして、まず、物理的に接触していない限り異常特性が現れない非活性状態、そして、人がどの手段であれ直接接触した活性状態、この2つですね。活動時、卵が自動的に開き、最初にオブジェクトと接触した人の方向にクジャクのミニチュアが回転し、その後、オートマトンでアニメーション化すると、実際の動物と同じように羽ばたきを維持し続けるそうです。で、この SCP-80FR は触れた人の難聴、失明、その他の聴覚や視力の障害を治療することができ、視覚が不自由な人が SCP-80FR と触れると、SCP-80FR は輪を作ることによって羽を展開して輪の目の模様を露出させ、視覚障害を82秒で消失させます。聴覚が不自由な人が SCP-80FR と相互作用する場合は、その障害の重症度に応じて3、6回歌い、これは約5秒後に終了し非活性状態になるとのことです。ちなみに、活性状態の時に SCP-80FR に対して不快な言葉を投げかけると、クジャクは被験者に怒りの叫びのようなものを発して SCP-80FR は直ちに停止し、その後被験者は話す能力を失うことになります。さらに、SCP-80FR を手や道具を使用して損傷させようとすると、クジャクは頭を翼の下に隠して非活性化します。しかし、被験者は味、匂い、触覚などの感じる能力を失うことになります。といった感じみたいなので、早速自身にデバフをつけて SCP-80FR に触れてみましょうか。近く、聴覚に異常をきたすデバフをかけれる SCP あったっけ？この本とかどうだっけ？ CK クラス発生の可能性がある SCP-140 じゃねえかそれ。これのデバフは良いだけど消せないかな？おお、消えた。もしかして、マイクラ内だったらどんなデバフも消せる仕様なのかもな。んじゃ、この SCP-16 とか無効化できたり？は？ちょっと待てお前何言ってんの？やっちまったー。本当に何やってんのこいつ。はいどうも、ゆのです。タイトルに終わりとあるように、今回は最終回になります。ついに終わるのか、長かったな。まあ、終わるのはシーズン1なんですけど。え？実はこのワールド、結構ぶっ壊れてまして、ワールドを変えようとずっと思ってたんですよね。そこで、区切りのいいパート50でシーズン1としてシリーズを一旦終わらせることにしました。ってことでこのシリーズが終わるわけではないのでご安心ください。そんじゃ、このワールド最後の SCP 収容施設建設物語、やっていきましょう。あ、そうだその前に動画の宣伝しろって言われたんだった。なんかナマコエチャンネルの方でよくわかんない動画を出したらしいので、ぜひご視聴くださいとのこと。個人的にはマジで謎動画なので見なくていいと思います。いやそれはマジで思う。ってことで最後の焦点を覗きますか。お、しっかりなんか売っとる売っとる。価格は137万とか個最高額ですね。もう金額とかめちゃめちゃ適当につけてるでしょこれ。で、何これ？チェスト？
ザ・ファイナルカウントダウンって書いてあんな。やべえ、なんだその中二心くすぐられる名前は。トリマ、こいつは今回の目玉商品だと思うんで購入は最後にしときます。はい、次の商人いきます。これはマジで何？形状からしてアーミーナイフっぽいな。なるほど、そりゃマイクラ内でもさぞかし便利なツールになるんでしょうね。ま、最終回だからそんなに出番ないと思うけど。何言ってるんですか、モテる SCP は次回のワールドに持ち越すんですよ。シーズン2の序盤インフレ進みすぎて怒られそう。ってことで最後の商品を見ていきます。これはザ・モルグ、遺体安置所ですね。嫌な予感しかしないんですけども、ご遺体さん入ってたりしないよね。ね、まあ確実に入ってるだろうな。そうなればコンプラが心配だ。よし、とりあえずは一番安全そうなこの多機能ナイフから購入します。520ドルってことで少し高いですが、まあいいでしょう。さあ、多機能ナイフの実力見せてもらいましょうか。てかこれ SCP ってことすっかり忘れてた。使用する前に SCP の説明の方行ってみましょうか。 SCP-117 はメーカー及びブランドは不明の通常の万能ナイフのように見え、一見通常のツール、ドライバー、ナイフ、缶切りなどが見受けられます。使用者が仕事を始めた時、何を引き出して使おうとしたか、またツールが収納されていたであろう空間的な大きさに関係なく、引き出されたツールは仕事に完全に適合するものとなります。へえ、用途によって最適なツールが出てくるのか。最高に便利じゃねえか。ですが、膨大な使用及び試験を経て SCP-117 を使用する際の影響も判明してるみたいで、このオブジェクトを使用者が触れている限り体から鉄分や銅、カルシウム、亜鉛を吸収し、苦痛や死を引き起こす恐れがあるそうです。はい、知ってた。さて、この SCP-117 はマイクラ内ではどういった効果になるんでしょうか。早速使ってみます。おお、これは、結構採掘スピード速くないですか。すげー、土もめちゃくちゃ早く掘れる。スピードは鉄ツールとかそのあたりかな。もちろん木も同様に取れちゃいますね。これは向こうの世界に持っていけば相当楽に進められそうですね。便利すぎて無人島に何か一つ持っていけるなら迷いなくこれを選びますわ。結局死ぬやつやで、それ。てかなんであんなところに SCP-407 の影響で進化した肉食動物がいるんですかね。ちょうどいいや、この SCP-117 が武器としても使用できるか確認してみましょうか。あ、ダメだ。1ダメはさすがに笑う。ってことで次の SCP の死体安置所を購入しに来ました。価格は3000ドルと結構いい値段しますね。いや、死体安置所が約32万って割と破格な金額だろ。さて、問題はどこに置くか。家一択だな。ちょっと待って、一体どういう思考回路してたら家に死体安置所設置しようと思うの？このゲテモノ博物館をさらに強化するにはこれしかないかなって。まあ、強化したところで最終回なんでこの先見ることはできないんですけどね。はは。やっぱお前がマイクラ実況者一の強人だよ。とりま、SCP-22 を設置してみますね。この辺でいいかな。オケオケ、こんな感じですかね。この中に死体が眠って可能性があると、ちょっと開けてみましょうかね。あれ、醜りしても開かないですね。ってことは何にもできないのかな？それはそれでちょっとがっかりなんだけど。いや、何かが起きるはず。私は信じてる。ってことで何か起きるまで待ちます。嘘だろお前。あ、そういえば説明し忘れてたんですけど、いつも何か家の地下で飼ってた SCP-999 がいなくなってたので、代わりに命の輝きくんを投入しておきました。映像にもある通り、現在、家の地下室はこんな感じになってます。ってことで、変な声や音が動画内に入っててもこの子たちの仕業なので、優しく見守ってあげてください。もうやだこの家。ってこれ本当に何も起き、開いた。何も入ってねえじゃん、ビビらせやがって。いや、まだ何か起きる気がする。もう少し見守りますよ。12 seconds later. しまった。しまったな。A few moments later. うわー、出たー。やっぱほら、待って正解だったじゃないですか。念願のご対面ですよ。おい待て、動き出したりしないだろうな。さすがにそれはないんじゃないですかね。ほらゲージあるまいし。とりま、もう少し待ってみようか。3 days later. あ、引っ込んだぞあいつ。おい、出てこい、いてぇ。なになに？ハンドルが熱すぎて触れられず、遺体安置所の引き出しから燃える肉の匂いもします。なんだと？熱すぎる？水ぶっかけりゃいいのか？さすがに違うか。ってことで SCP-22 の紹介行ってみましょうか。SCP-22 は英国の編集済み病院地下にある死体安置所で、198年まで、特異な出来事の報告はなく、奇妙な活動を始めたのは、198年11月だったそうです。その奇妙な特性が急に具現化した理由については調査中のこと。その特性として、定期的に死体安置所内の引き出しがランダムに開き、カバーシートをかけられた剣死体が姿を現し、相手から約6分後、剣死体は動き出し死体安置所出ようと試みます。この時点で剣死体は SCP-22 の位置に指定されるそう。
ですが時として、剣士体は甚だしい損傷や腐敗のゆえに、SCP-22 から出ることは愚かだいから身を起こすことすらできないことがあります。そうした SCP-22 の位置は最後の時まで台の上でのタウチ痙攣することになり、台の上に乗ったまま最後を迎えたら、台は引き出しの中に戻り、扉が閉まった後、燃えた体組織の臭跡がするそうですね。で、この SCP-22 の位置は厄介なことに、通常の人間をしのぐ筋力を保有し、頭をぶっ飛ばそうが、体をぶっ飛ばそうが、動きが止まることはなく、体組成を完全に破壊するしか無力化の方法は見つかっていないとのことですね。で、マイクラ内の SCP-22 ですが、この後も何か起きるのではとずっと監視してみました。ですが、ハンドルが冷め切る音がした脳境に変わったことは起きなくなりました。で、調べたんですけど、マイクラ内でも確率で中の死体が動いてくれるようなんですよね。私は30分間撮影してたんですけど見ることはできませんでした。泣きます。ハイラスト、ベスト石から購入していきます。価格は1万2800ドルってことで、136万円ですね。いや高すぎー。まあ、お金は次回に引き継げないし別にいいけど。てか、この SCP 説明のとこになんか書いてあんな。There's a bomb but there's nothing in the box. Help! って書いてあるから、爆弾はあるけど、箱の中には何も入っていない？助けてみたいな。爆弾はあるけど、ない？どういうこと？まあいいや、とりま、家の中に設置してみます。爆弾って単語が出てんのによく家に置こうと思えるな。まあ最終回だし、爆発落ちとかもありかなって思って。こいつの PC が落ちるほどの大爆発落ちてくんねえかな。あ、よかった。置いた瞬間に大爆発とかじゃなくて。てん、なんだこのカチカチ音。これもしかして、爆発までのカウントダウンじゃないか？確かこの SCP の項目名も、最後のカウントダウンだったよね。やばい、まだ動画を終わらせるには早すぎる。なんとかしてこのカウントダウンを止めないと。止める理由性もなくない？とりあえずこれがテストである以上開けてみれば何かわかるはず。お、開けようとしたらデバフかけられた。マーターの首がカクカクするやつじゃん。これ動画的にはあまりよろしくないデバフなんだよな。てかこれ何もできないっぽいんでしばらく待ちますか。10分経ちましたが、結局何も起きませんでした。いや画面の情報量が多すぎる。とりま、SCP-902 の紹介行ってみましょうか。SCP-902 は、寸法 30cm×15cm×19cm の、およそ成人の頭程度の大きさの箱で、約60年間財団の監視下にあったにもかかわらず、約30年前に使用されていたタイプの弾薬箱に見えます。この SCP-902 は、カチカチと表現される音を出します。この音を聞いた人は誰でも、カウントダウンしていると確信するようになります。箱を開けた時、中は空のようですが、カチカチ音は残り、SCP-902 はカウントダウンを継続します。さらに、個人間の接触、この報告書を読むことを問わず SCP-902 を知った者は誰であれ、箱の中にあるものは何であれそれは恐ろしく危険であると確信するようになり、カウントダウンが完了する前ではなく、完了直後に破壊されねばならないと確信するようになります。カウントダウンが終わる前じゃなくて終わった直後なのね。SCP-902 に暴露したスタッフは、中のオブジェクトを見つけようとして箱の開け閉めを繰り返し続けるらしいです。そして報告書にはこんな記述が存在します。オブジェクトは存在しない。オブジェクトは存在する。それは破壊されなければならない。カウントダウンが止まるときに、我々は偉大な仕事を続けている。我々は止められなければならない。と、報告書の内容はこんな感じなんですけど、パッと読んだ感じ、よくあるミームを線形のケテルなのかな？実際はただの箱なんだけど、音を聞いただけでとてつもなく危険だと認識してしまうって感じだな。ケテア認定されてるのも多分報告者が汚染されてたからだろうな。でもこの最後の文でちょっとわからなくなりましたよね。調べているうちに色々説は出てきましたが、尺が圧倒的に足りないので詳しくは話しません。ただ、もしかしたらこの箱は、認識災害を引き起こすだけの空箱ではなく、はいというわけで、パート50という長い間ご覧いただきありがとうございました。失踪するかパート10台でシリーズ終わってたやつがほんとここまでよく続けたよな。いやマジそれなんだよね。あ、あと、シーズン2の日程になんですけど決まってません。多分そんなに期間は開かないと思います。てか、やっぱりこのワールドとの別れが名残惜しいな。なんか、泣けてきたわ。あ、この実況そういうの求めてないんで。